今日はねえー、開運メソッド公開ウェブセミナーということでね、えー、生中継で送らせていただきます。メインはね。もちろん開運大王桜庭露木大先生でございます。今日は首だけということで。はい、はい。もうこの遅れてみんな怒ってるところに、この首だけで登場というですね。はい、斬新ですね。はい。はい はい、よろ熱くなればね、えー、体も出てくると思いますのでね。ということで今日はね、あのーまあえー、ただ単にね面白く伝えられればというだけではなくてねお役に立てる今日から使える開運メソッドねベスト3ということで、えー、お伝えしていこうと思っております。はいはい、じゃあね、えー、簡単に私の方から桜庭先生ご紹介させていただきますね。 もうすでにね、お馴染みの方が、えー、ほとんどだとは思いますけれども、えー、開運ジャンルでね、3年半、えー、放送されていた、夜のツタンカーメンのラジオパーソナリティとしてね、皆さんご承知されてるんじゃないかなと思います。そしてね、あのー、開運の講座ですね、えー、うんこ塾。何の塾だと思われたかもしれないですが、うんを、えー、呼ぶですね。で、うんこ。 塾ですね。ねこちらをえもう10年以上、ね、そうですね。はい、名前はその都度変わってきましたけど、ね、あそうなんですね。ずっとうんこじゃないです、ね。ずっとうんこじゃないです。はい、えー。名前は変えながらも、まあ10年以上ね、そして、えー、1000人ぐらいの、まあ、人生を変えてきたというですね、もう本当に開運ジャンルに関しては、まあ私はね、えー、国内随一の先生じゃないかなと思っております。ということでね、今日は、えー、具体的な、ね、開運メソッド、 えー、お話を伺えていけたらなと思っています。申し遅れましたが、私はナビゲーターを務めさせていただきます、市原と申します。よろしくお願いいたします。はい。ということでね、えっと、このウェブセミナーね、本当に生中継でして、この動画の下にね、青いボタンで、えー、質問をするというボタンがあると思います。 こちらをね、クリックしていた、ご質問はこちらからっていうボタンがありますね。これをクリックしていただいて、ぜひね、名前も読み上げさせていただきたいので、えー、読んでも差し障りないニックネームなどでね、えー、ご記入いただければとても幸いです。本当にね、励ましの言葉からですね、えー、今、 え、ご質問、えー、話の中でね、分かりにくい点があれば、ご質問などいただいても結構ですし、今こういう状況だよっていうのをね、教えていただいても結構ですし、なんで首だけだと、いうね、もう当然の疑問とかね、もうガンガンぶつけていただければ、桜庭さんが面白く答えていただけるんじゃないかなと思っております。はい、はい、よろしくお願、はいし,します。 で、えー、今日も、今日はね、あの、とても普段ね、えー、有料のセミナーや、まあ、コンサルティングなどね、非常に高額な、えー、コンサルティングなどで、えー、お話をされてるような、 えー、とても濃い内容をね、えー、きちんと、無料のウェブセミナーですが、きちんとお伝えしてまいりますので、ぜひね、あの、集中したお時間をお過ごしいただくためにね、えー、メモを片手に、そして、まあ、SNS などはできるだけ切っていただいてね、動画に集中していただければ幸いかなと思います。はい。ということで、で、じゃあ早速、はい。内容に入っていくということでよろしいでしょうか。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。 ええ、まあ、今回はね、ええ、まあ、この開運ということでね、まあ、お話をさせていただきますけれども。ええ、私が笑っちゃう。いやいや、これ、僕はあの、なるべく真面目にやりたいんですけど、プロデューサーまでどうも。まあ、これでいけっていうのは仕方ない。人のせいにしない。団長の思いで、こういうそうでね。本当に失礼させていただきたいと思いますけれども。まあ、本当開運ですよね。まあ、本当に。 この運気っていうのは、はい、まあ目には見えないですけれども、運ってやっぱ見えないですねあるんですよね。うんうん、まあ本当にこの運気というのは全く目には見えないですし、うん、まあ自分がね、その運気が今いいのか悪いのかさえね、うん、もうわからないような中でですね。わからないですね。ね、あの、まあハンカチ王子っていう方がいらっしゃいましたね。うんうん、まああの方はね、えー、僕は持っているんだと思うっていう、もう名言中の名言がありましたけれどもね。のあの時彼は持ってましたね。うん、ものすごく持ってましたね。 でも、彼は今こう言ってますね、はい、あの時の言葉を撤回したいっ、てて言ってますね、うん、あそうなんですね、はい、言ってましたねまあこのように運気というのは目には見えないですけれども、はい、本当に存在するのが運気というやつで、うんうん、じゃあ、この運気を上げていくために一体何をしたらいいのかって、ほとんどの方は、この運気というものを待つんですよ。うんうんうんあ そそうですねその自分から何か運を上げるとか、はい、そういう感覚ってないんじゃないですか、ねはいはい、最近ね僕本当にすごく思ってるんですけど、はい、今あの僕は中国にですね、はい、まあ毎月今行っていきまた、まあ、ずっと10年ぐらい中国毎月行ってたんですけどもまた最近中国にこう行きだしたんですけれども、はい、その時ですねこう中国人といろいろ話をしててすごく面白かったのが、うん、中国人気質として、はい。 開運するっていう感覚が全くないっていうのに僕はすごく驚いたんですよ。あそうなんですねえ、はい、だってなんか中国から北的なイメージがイメージはもう完全に中国じゃないですか、はいはい、でも中国人はその自分の運気を上げるやっぱりまあ今日ね,ねまあ運気を上げるための話をしますけれども、はい、やっぱり中国人もねそういうのがね全くその自分の運気を上げるとかそういうことを あんま考えたことがないという。考えたことがない。はい。ええ、意外ですね。意外、これはすごく意外な答えだったんですけども。はい。だから、まあ、ほとんどの方もね、この運気ってものが目に見えないので、はい、ほとんどの方が、あの、た、まあ、例えばわかりやすい例で言うと、はい、まあ、えー、初詣。 初詣1月1日になったら皆さんね結構行か,、ま、かれるじゃないですか、はい、この初詣行かれた時に、はい、え並んでですね、はい、え神様の前に行き、うん、えおさ銭をしパンパンと手を叩き「うん、神様」 2018年、本当にいいことなかったのもう私、本当についてなかったもう振られるしお金も落とすし人間関係のトラブルで会社にクビになるし今度働いた会社のブラックだし本当についてなかったの神様2019年こそはどうぞいい年にしてくださいと、ねい,はい、いうのが、うん、いそうほとんどの人がこ感じなんですね、はい。ですよね。だから、はい、かみんな姿勢としては町、はい、の姿勢なんですよあーなるほどね。お願いします ね、そうだからこうんか運気にこのやっぱりバイオリズムっていうのは本当にありますけれども、はい、この運気のバイオリズムが上がるのを待つという感じの人が多いわけですようん、うん、なるほどね、はいはいはい、でもこの待っていたところで運気なんか上がってくるわけないんですようんうん、うん、なるほどどうですかね市原さん待っててなんかこう運気上がったなんていういや分かんないですねあのないと思いますねでもなんか自然と 今月ちょっといいかなとか、なんか波はある波はありますね、はい、まあバイオリズムですから、いい時もあれば、悪い時もありますけれども、でもこれをやっぱり意図的にこの運気を上げていくっていうことは、絶対的に必要なんですよなるほど、考えたこともない、ね。だ というのが、ほとんどの方なので、ここで運気というのは、自ら積極的に上げにいくことができるということをです、ね、はい、ぜひ、えー、知っておいてほしいんですね、僕は。なるほどね。運気は自分から上げにいけると。そうですねだから、はい、運気というやつは、自ら積極的に上げにいかなければ、絶対に上がらないのがこの運気というやつなんですよ。 なるほどだから積極的にいかに上げにかかるかってところなんですよなるほどねだからこの部分にフォーカスしてなければいけないわけですねだからほとんどの方が街の姿勢でいるのであ<ー>まあ運気上がらないまま、はい、今年もいい,いいことがなかったなと言って、はい、来年こそは この年が変わったらいいことがあると勘違いしてる人がたくさんいるってことですね <laughs> そううんですね。そうですねもうもう気が付いたらもう死んでますから <laughs> だから死ぬ間際あって来世はいいことありますようにってもうないんです <laughs> そうですね、来世も,はいも残念ながらないんですね、だからこの運気は自ら積極的に上げにかかるっていう部分にフォーカスを絶対的にしてほしいんですね、運気は本当に、ね、上げられるんです、本当に、なるほどもう絶対上がります。はい 絶対上がるんですだからもう僕がお話する話というのはもう全部実践学なので、うん、まあ聞いていてねえー、ああそれ面白いなまあそれ本当にいい話聞いたなで終わるのではなく いかに自分がどの部分にフォーカスをして実践をしていくのかっていうですねだから今日はまあ、えー、時間の許す限りその実践方法っていうのをね、はい、まあいくつかお話をさせていただきたいなというふうに思っております、はい、なるほどですね、はい、まあ聞いただけじゃ意味ないんだよとそうですね、はい、本当にもう僕の話は全部実践学なのでなるほどとにかく実践しなければ何も変わりませんのでんとにかく実践でも逆に言うと実践すれば運が上がるっていう話ですよ、はい もう絶対に上がります、ねはい、まあその運がいい人生とね運が悪い人生あったら、まあ、どっちを選ぶんだって話ですよね。そうですよね。はい、あの面白い話があってね今からもう78年前ですけど、はい、あの僕は自分の講演会が終わった後にね、はい、懇親会で皆さんと一緒にご飯を食べてる時にね、はい、参加されてる方にねこんな質問をされたことがあるんですよ。はい 例え,ばまあ、例えば市原さんがね市原さんもセミナーとかするじゃないですか、はい、セミナーした時に懇親会とかあった時に、はい、もう確実にあの、まあ、僕に質問してきた男性でしたけど、はい、もうこの男性がね、はい、もうとにかくもう絵に描いたような運気のない男なんですよ。<laughs> いますよねいるじゃん失礼ですけどいるじゃないですかもう完全にもう抜く水みたいにもうなんかもう大丈夫かお前はみたいないるじゃないですかそんな方が市原さんのとこにねつかつかつかっと来て市原さんって結構ついてるじゃないですかうん持ってるじゃないですか持ってるね市原さん持ってると思うんですけどそこにつかつかつかっとねその抜く水みたいなやつが来て市原さん質問があるんです原さんの 魂と私の魂を交換いやですあのあれですよあの君の名はと一緒ですよ君の名はってあの主人公の男の子と女の子が肉体が入れ替わったでしょまあそう言われると美しい感じですけれどもねはい変わりましたねだから要するに市原さんがそのぬく水と入れ替わるんていうことですよねそうですだから僕も坂本さん僕の体と 入れ替わってくださいと、はい、その時桜庭さんは僕をついてる男に変えることはできますかって言われたんですよ。ああなるほど。<laughs> それでも意外といい質問ですね。これ超いい質問なんだ、はい、その時は、はいお前「お前バカかった <laughs> お前頭おかしいのか? <laughs> はい」。「お前ほんもに帰ってくるよなんだえてなりますよね。 いいや原原ささんん言われれたら市原さんは多分切れてます、はい、いやます、あ、確実にもうビルビンで並る系の方だと思いますけど僕はね本当にびっくりして、はい、こいつ終わってんなと思ってでもそんなことは言えないので笑顔でできますよって言ったんですよ僕はだから僕があなたの肉体に入ったら、はい、私はあなたを開運することはいとも簡単にできますって言ったんですよ。 なるほどそしたらその方がね、い坂さん、聞いてくださいと、だってね、私は本当についてないんですって、道を歩けばバナナの皮を踏み、道を歩けば前から人がぶつかってき、電車に乗れば窓に挟まれるような男なんですこんな僕を開運体質にすることができるんですかって言われたそれはもうできるんですか絶対できますね その時は、こいつ、まじ終わってると思った、思ってできますよって軽く答えたけども、あんまり会話を交わしたくないというか、やっぱこう、波動を低い人と喋ってると、自分の波動も落ちてくるので、あまり関わりたくないと思いながら、軽くあしらっていたんですよ。で、そのままなんとなく終わって、家に帰って、風呂入ってたんですよ。風呂入ってたら、そのみ水のことを思い出して、あいつ、キモかったなとか思いながら。 なんであんな人来るのかなじゃあ自分の波動が落ちてるからああいう人が来るんだろうななんて思いながら風呂に入ってるわけですよ。ほんでねその時によくよく考えてみたんですよ。はい、あいつね肉体が入れ替わったなってくだらないこと考えるよなって思,い、はい、思った時に、はい、やべえこの質問超面白いと思ったんですよ。うん、そううででです、ね、すすねねごい深い深よ、ね、だっっっててもう肉体が入れ替わっちゃってるので、はい もうがこうが何しようが変えられないわけですよ今の時点で運と肉体関係ないって話になってますよねはいその気づきもありますよねそうですだから変わってるからもうあとは受け入れてぬく水で生活していくしかないわけですぬく水さんでねはいだからもう自分はぬく水として生活していくけれどもでもまずしなければいけないのはやっぱ運気を上げることじゃないですかあまずそこまずまずは運気ぬく水のはい もう俺じゃないけど、まあ、俺の運気を上げるにかかっていかなきゃいけないですよ、まあ、そうですよね、変わってね、バナナで転んだら嫌ですもんね、そうですだから、マイナスス億ぐららいからのスタートなんですよ運の度数がもう、だってもう、道歩いてたらもう、車が突っ込んでくるわけですから、もう本当に運気を上げていかないと、だから、はい、その運っていうのは、はい、その人の波動であり、周波数、まあはい、目には見えない世界ですけども、やっぱりこの波動というものが存在し、はい、やっぱりその波動にあ,のあったものしか自分に引き寄せること できないわけですよね。なるほどだから。一般的に言われる。まあ振動数ってやつがあるんですよ。はい、この人間は目には見えないけども、毎秒振動してるんですよ。うんで振動していて、この振動数が最低6万回最高20万回って言われてるんですよ。うんだいぶ違いますね。はいですから。 まあ、テレビで、ね、そのニュースや新聞や雑誌を握りわす犯罪を犯す人というのはこの振動数が10万回以下というのはこれも決まっているわけですよ低いんですかが振動数がね。はいへ でまあ一般的についてると言われる人たちは大体10万回を超えてるわけですよだからこれが高ければ高いほど、はい、まあついてる方だからイエス・キリストやお釈迦様は18万回振動していたというふうにいわれるわけですね<ー>だからついてない人というのはやっぱ振動数が低いのでやっぱそういう人と一緒にいるとどん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 自分の運気ってやつも下がっていくわけですねなのでこのなるべく振動数の高い人と付き合おうねってことは僕はいつも提唱してるわ、ね、かりやすいですねななのでままあ例えば抜く水にっってしまっただから抜 水をもうとにかく今の自分はこのマイナスもう,、うん、もう最低6万回のもからず、うん、マイナス75億回転ぐらいしてるんですよ逆方向に回転してるわけですから <laughs> <の>なんとかこれをまずは6万回ぐらいに持っていかなきゃいけないわけですからいいす、ね、そこで自分だったらまず何をするかとるいうとですね。 まず何をやるんですかそうですよあね。まあこれ本当に重要なことなんですよ、はい、一番最初にそういう状態で何をやるか。はい、まあ多分ねスピード性があるね,いや僕もね速攻性があるもんじゃなきゃだ死んじいますもんねこ。これは一番求められるのはスピードなんですよ。でも、はい、ですよね。ですよね。だから世にはこの宇宙法則というやつが無限に存在するわけなんですけれども、はい、その中の、はい。 あの、まあ効果はあるけれども、その効果のほどは、こうスローってやつも。たくさんある。あ、遅い。遅い。後から来るってやつ。あ、そうです。ボディーブローのように、後から効いてくるタイプと。もう超速効性。があるんですね。もう、や、もうその日のうちから。もうその日のうちから、すでに開運してるっていうのはあるんですよ。すごい。やったら開運。もうやったら開運。即開運。即開運です。すごい。はい。知りたい。知りたいですよね。はい。これは。 来週のウェブいや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 もうぜひ今教えてくださいもうこんだけ待たされてね来週とか言われたららってなりますよもうこれはあのねまあ僕はいつもね提唱しているんですけれどもやっぱりこの開運ってやつはまずはこの準備が絶対的に必要なんですよ準備準備はいだからこの準備をしなければ絶対にならないわけですから今おそらくここにあの パワーポイントがですね、はい、ここにパコンパコンと出るわけですよか <laughs> だからまず、開運体質、はい、だからこの開運体質になるためには、はい、やっぱりまず準備、うんうん、速攻性の話となんかちょっといや、このだから、はい、まずは、はい、皆さんは準備が必要なわけですようんだから、もうまずスタートラインに立つためにしなければならないこと っていうのがあって、まずこの準備というのが非常に大切なんですだからまず、まずこれをしなければ絶対的にならないっていうのがまあ僕はいつも話してますけども、全部手放すってことなんですよねううんん準備の段階でこの準備イコール手放すってことなんですよなるほどだからこの準備が手放すってことなんですよまずここからがスタートなんですよだからこれができていなければ、開運耐水になるのは難しいんですよ そうなんですねだから開運体質になりたいいわけじゃななですかですだかだら海運体質になるためにはまずは家なんですよ。家,家の中のものを、まあ、これ全部捨てるまあ全部捨てるというのは無理なので僕が提唱しているのは8割手放しましょうというのを提唱しているんです。8割手放すと家の中の5分の4がなくなる5分の4がなくなるともうほぼほぼ家の中に何もないような状態じゃないですか。はい ではいだからこれはこれを目指してほしいんですね難しいかもしれません難しいかもしれませんけどもできるだけやってほしいんですねだからこれがスタートなんですよなるほどだからまず開運体質になるためには家をパワースポットにしていなければならないわけですねなぜかというと一日の中で一番時間を過ごす時間が多いのはほとんどの方が家だと思うんですよまあそうでしょうねはいですか事務所が多いですか 事務所多いんですよね。はい、あの、これは市原さんの奥さん見てるんですか。 見てるかもしれないですよね。一楽さんもねちょっと奥さんに言っときたいんですけども一楽さんやっぱり家に帰りたくないんですいや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 いしいやしやい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 やらやいやはやい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 やっやい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 いや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 いいいや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 いいやいやいやいい ね、はい、まあ、船川ピースしなないです、ね。<laughs> いまあ、仲良しですよね。ラブリーです、ね。ラブリーです。だから、まず、本当に、この家というのは、はい、やっぱり。自分が、一番、時間を過ごす場所。はい、ここの影響を、一番受けやすいんですよ。うん、なるほど。だから、影響なんです。だから、人間というのは、その場の環境。 やっぱその人間には波動があるように、はい、やっぱその場にも波動ってやつがあるわけですよ。場にエネルギーがあるのでその自分が一番時間を過ごす家というその場の影響を受けるわけですよ。だから人間というのはそこに置いた身を置いたその環境次第でどうにでもなるってことなんですよ。うん、なるほどだからその家の家中で身を く時間が長いのであればだから専業主婦なんていう方はもうほぼほぼ家じゃないですかもしかしたら1日24時間家にいるかもしれないもしかしたら今週まだ一歩も外に出てないとかもう今年一回も外に出てないとかいるんですよいないですよちなのでまあ本当にその時間を過ごすほとんどの方が家もしくはやっぱり会社だと思うんですよね。 だからここの場の環境を整えるということですねうん、うん、だからそこでやっぱり身を置いた環境の影響を人間というのは非常に受けやすいので、はい、その場で環境を受けるということはやっぱその場の波動というものを 一番受けやすいのでまずはやっぱりその家の環境というのをいかに整えていくのかというのが一番大切になってくるわけですねやっぱこの家の中で使っていないものが放つマイナス感情波動というやつがあるわけですねこのマイナス感情波動というのを僕たちが受けることにより、えー、様々な弊害が出てくるわけですね例えば体調が悪くなるとか寝つきが悪いとか病気がちとか もうこれはほぼほぼ家の環境を受けてますよね。なるほどね。なのでまあ家の中をまずはうん、うん、まあすっきりくっきり爽やかにしていくっていうのは、はい、まあすごく大切。まあ僕はもうこれは真っ先に、うん、え僕はやるのでまあぬく水ね。<laughs> はい。もうまずぬく水になったとしたのであれば <laughs>、はい、ぬく水の家に行き、はい、まず全部捨てますね。なるほどね。 全部捨てます。なるほど。入れ替わった瞬間に全部捨ててやるんです全部捨てますね。全部捨てて、まず業者読みます。業者はい。業者を呼んで、家の中にあるもの全部持ってってもらいます。ああ整理業者。一品整理業者じゃないけれども、まあ、そういう業者ですよね。そうです。捨ててくれる業者。そうです。もう全部捨てますね。あ、業者でね、自分で袋に詰めんじゃなくて。何でも屋さんですね。とにかくスピードなんですよ。 やっぱ成功者っていうのは、一番大切にしてるものは何かというと、やっぱり人生とは時間との戦い、タイムショックなので、1秒でも早くその家というのをパワースポットにしなければならないので、まずは業者を呼んで全部、確かに早そうですよね、早いですよ、自分がちまちま捨てていくよりも、もうとにかく全部持ってってくれと、そしてそれと同時にハウスクリーニングをやります。 あ、いいですね。ハウスクリーニングを読んで、家の中を全部ピカピカにして。ピ,カピカしてまいます。もうそれで、だいぶ、住環境は変わりますよね。まあ、これか、でも、これでも、 やっぱりあの引っ越しって結構ありますけども引っ越しでねそうね引っ越した方が僕はまず引っ越しますけれども引っ越しって結構すぐ決まらないじゃないですかまあそうですよね契約がなんだろうとか契約がなんだろうとかなのでまずは全部手放して業者を呼んでクリーニングするでもそれで一見綺麗になったように勘違いしますけれどもだから引っ越しもねこれすごく重要でね引っ越しした家綺麗じゃないですかハウスクリーニング入ってるから最初はねすごい綺麗じゃないですかはい でも前の方たちが住んでいた波動が残ってるんです、そこに。あなるほどね例えばそこでね、はい、どんな方たちが住んでたのか全く解雇、検討つかないじゃないですか、はいうん、もしかしたらもう骨肉の争いをした夫婦が怖 <laughs> 怖い怖いもう、すごいバトルを繰り広げていた方たちが夫婦が住んでいたなんて可能性十分にあるじゃないですか。 ありエるですね。ありえるですよ。ありえるです。だから、その、けんかっていうのはね、もう本当にその場の波動を悪くするんですよ。ああ、そうなんですか。喧嘩はね、い、喧嘩はやめて二人を止めて歌歌なのはい。本当に喧嘩はそんな良くない。いや、もう、もう最悪ですね。け喧嘩。けは最悪です。へぇあのね。 市原さんはもちろん喧嘩したことありますよねあもちろんあります,りますよね。はい、もう市原さんの場合はもう喧嘩をし、はい、もうそりゃすごいバトルじゃないですか <laughs> まあはい まあ誰しもあります私もありますし、はいすね、これを見ている皆さんもあるわけですよ。しかも見てる方たちは、今バトルしてる最中の方もいらっしゃる、うん、いやいや見ながらは見ながら、あんた何見てんのよみたいな、何このふざけた首だけみたいなのな怒ってる人もいるわけですよ <laughs> チャネル。チャンネル変えろと言われるわけですそ <laughs> それはそうかもしれないだからそのね、喧嘩っていうのもね、これはね、はい、もういつも言いますけども、はい、皆さんね、やっぱ不仲な人って結構多いんですよ。 不仲の人、家庭不安の人ね、多いですね、だからそういう人生相談もよく受けるんですけれども、こ家庭不安、もうね、もう決まってるんですよ、これもう家庭不安の人ってね、もう絶対家が汚い、あっ、そっちが先、もう絶対汚いです、家が。仲が悪いから家が汚い、逆です、あー、家が汚いからバトルが始まるんですよ、なるほどまま確かにイラってしすよねそう、だからそれが物が放つマイナス感情波動なんですよ。 ですね、だからまあ怪しい話ですよ目には見えない本当に怪しい話ですけども、はい、物っていっぱいあるじゃないですか、はい、でも物には魂ってやつが本当に入ってるわけですよすべての物にはそして一個一個にもう、はい、ねもうペンだろうが紙だろうが、はい、もう何だろうが全部魂が入っていて、はい、それ使わないと。 なぜ私を使ってくれないんだっていうこのマイナス感情波動が出てくるわけですよおなるほどねジェラシーみたいなねそうですだからこれが一番の問題なんですよ問題なんですねこれ大問題なんですよえー、なるほどねだからそういうものが家の中に渦巻いてるわけですよそのマイナス感情波動がああ汚い家はねそうです物がいっぱいあるよでこれはね、あのー、喧嘩した人はねもう誰しも分かることですけども、はい、エキサイトしてくるとね、うん、自分で自分を抑えられなくなるときたんですよ なるほどね、はい、だから言ってはいけない一言を言ってしまいやってはいけないことをやってしまうんですよ。あ<ー>だから後から反省するんですよ。なんで俺あんなこと言っちゃったんだろう、はい、なんであんなことやっちゃっったんだろうってあるじゃないですか。ありますねあるじゃないですか。はい、だから特に喧嘩なんていうのはものすごいエキサイトしてるじゃないですか。うんエキサイトしていくとどんどんエスカレートしていくんですよ。 だから自分で自分の感情のコントロールができなくなってブレーキが壊れてどんどんね悪い方向に落ちてだから最後は首を絞めたりとか刺したりとか最後はそこまでいくわけですよだからそれは言い換えてしまえば自分じゃないんですよ自分じゃないです自分じゃない完全に憑依されてるとてことなんですなるほどだからその家庭不安の方たちには結構やってほしいって僕はいつも言うんですけども 夫婦喧嘩が始まったらまず何をするかというと必ず喧嘩が始まる場所っていうのがあるんですよ。キッチンとかねそう台所とかリビングとか寝室とかそううでしょね。必ずあるんですよだから喧嘩が始まった時にまずは「あなたちょっと待って」って言って「リビング」って書いてほしいんですよ。書く。はい。 その喧嘩するたびに、はい、家の中で統計取ってほしいんですよ。<laughs> なるほどね。今日はリビングで喧嘩が始まった。今日は台所でキッチンで。<laughs> 始まった時に <laughs> 始,まった始まった時に、始いや、もう始まったと思ったら、<laughs> あなたちょっと待ってって言ってメモるんですよ。なるほど。で、お前何やってんだってなるじゃないですか。<laughs> はい、いや、実はね。 今、喧嘩が始まっったら、統計を取ってるのどこで始まったかっていうのを今統計が取ってて必ず喧嘩が始まる場所が一緒なのよって言うんです旦那さんなんだそれはってなった時にねえあなたちょっと思い出してみて私たちっていつもリビングで喧嘩が始まらないって<ー>そうそう旦那さんが<ー>ってだからこのリビングって<ー>あなた何かいるのよ な邪気が見えない何か富幽霊、脂貧乏神、薬剤神がこの部屋にいるのよ、このリビングにいるのよ、そうか、この喧嘩が始まったのは、俺たちのせいじゃないんだ、リビングのせいなんだと、リビングのせい、しかもその邪気のせいなのよ、あなるほどそうか、それは悪かった、<う>それは悪かった、よしこーって言って、またそこでラブが始まるんですよ、よ<し> <laughs> ラブだね、はい、だからまだ東京を取ってほしいんですよ、必ず、だからその場所に何かがいるんですよ、必ず。 なるほどねだから家の中でその絶対にその例えばこれは夫婦喧嘩だけではなくその息子さんや娘さんと喧嘩が始まるとか親御さんと喧嘩が始まるって場所が必ず決まってるんですよだからその場所をまずは特定するだからそれを統計を取ってるだから多分今これ見てる方もねきっとあそういえばっていうのは絶対あるはずなんですよだとするのであればそこを徹底的にきれいにするってことですよそこに置いてあるものを捨てるってニュアンス、ね、そうですそうです ほこりも邪気なので埃もそれは取り去らなければならないですし、はいはい、おそらくその部屋には使っていない不要なものがたぶんたくさん置いてあるはずなんですねなるほどだからこれを真っ先に手放していくっていうことをしなければならないわけですねうんうん、うん、なるほどねけ、はい、喧,喧嘩してる場合じゃないですど。だから本当に不仲な人って、ね、本当絶対部屋が汚い。 うんだから、も,も汚いはずなんですよだから綺麗な家っていうのは、僕も本当、僕の周りってね、本当、お金持ちが多いんですよ。しかも、そのお金持ちっていうのは、普通のお金持ちではなく、本当の大富豪、スーパーセレブと言われる方たちがたくさんいてね、僕はこういう人たちのね、統計学を取るのは僕は大好きなんですよ。はい、だから、僕は本当、統計学ってやつが本当に好きで、だから、お金持ちになるためには、お金持ちになるだけの、何か言動いう っていうものがあるわけですよ言動ですか言葉であり、行動であり、表情であり、だから、成功者まあ僕は本当、ずっと成功者の統計学をずっと取り続けてるんですよ。なるほどだから、どうしてこの人は成功したんだろうかってことを徹底的に研究していくわけですね、例えばこの人の口癖はない、インタビューもしますけどもね、口癖は何ですかとか、普段何を考えてらっしゃるんですかとか、座右の目はなんですかとか、そういうことを聞くのが僕、すごく好きなので、根掘り葉掘り、いろんなことをインタビューさせて、 もらったりしてあとはその人の家とかも遊びに行かせてもらうのでもういんああ、中途半端なお金持ちね確かにね中途半端なお金持ちは一番物が多いかもしれないですねですけど本当のスーパーセレブになっていくと物が少ないんですよ物が少ない物が少ないなるほどそして一番びっくりするのが床面積が広いってことなんですよ 床面積が広い、なるほど、その家が広いのではなく、その面積に対しての床が見えてる部分が多いってことですね、なるほどね、物がないからね、そしてそのスーパーセレブの家の床というのは、絶対に光ってます、光ってる、磨いてある、磨いてあるという、ワックス塗ってある、もうこれはもうピカピカですね、ピカピカ、ピカピカです、もうそれはやっぱりちょいちょい掃除をしてるっていうニュアンス、毎日ですね、毎日です。よ なるほどなので僕はその床面積だから僕は行くと納得しますよあやっぱりここも床面積広いってあ<ー>しかも床が光ってるっていうのは再認識するわけですよだから僕は何も知らないふりして質問しますよ、はいはい あの社長いいですかってちょっと質問させてていいですかってなんか床の面積がものすごく広いんですけど、はい、これは意識して床面積を広げてるんですかって言ったらそうだって言うんですよあ,あそうなんですねです分かってらっしゃるだから分かってるんですよ<ー>だから世の成功者と言われる人たち、はい、もう群を抜いて成功してる方たちというのは、はい、絶対的にまあお抱えの風水師とかお抱えの占い師とか絶対にいるんですあ,あなるほど、ね、もうほぼほぼいますねあそうかはい だからアドバイスを受けてるてで、ね、そうです、そしてその風水士がアドバイスするのが床面積を広げろってことなんですよなるほどね,ねだから成功者というのは、はい、ほぼほぼ風水を実践してるんですよ。 なるほどだから風水を実践してるがゆえに成功し続けることができるわけですね、はい、そうですねだからそのお金持ちの家に行った時にはこう再認識するんですよなるほどねあやっぱりこの人もやっぱり風水を実践してるんだって俺の統計は合ってるんだと合ってるぞしかも社長俺は知ってるぜ俺悪いけど社長より知ってるよと思いながら言わないですよ、ね、言わないですけども心の中であやっぱりやってんだなすげえなって思うわけですよなるほどだからそういうのはね本当に勉強なるその中でね 僕は忘れられらないね、はいえー、僕が僕はもう本当にこの13年間の間このずっと宇宙の法則っていうのをずっと研究してるわけですよ、はい、宇宙の法則を研究しててね、はい、人はどうしたら開運できるのか人はどうしたら成功していけるのかそして人はどうしたら成功者でい続けられるのかってことなんですよ。うん、なるほど 多分、市原さんの周りにも、成功者って方がいらっしゃるかと思いますけども、一時期ポッと成功する。けれども、その状態は長く続かず、いつの間にか、えー、はしご外されて、はいえー、落ちていき、その後、音信不通って方結構いないですか山ほどいます。山ほどいますよ、ね、ね山ほどいます、ね。ますね、ここなんですよ。はい、ポッと成功することはできるんですよ。はい、なるほど。 ですけど一番肝心なのはその成功した状態をキープする、はいうん、もしくは右肩上がりに生き続けるっていうのは本当に難しい少ないでしょうねすごく少ないんですよ、はい、すごく少ない気がしますねじゃあ、はい、どうしたら成功し続けられるのか知り、うんうん、たいだからこれは、うん、もう僕はずっとその成功者を見せてきてインタビューして統計を取ってきて、はい、一つの答えは 宇宙の法則を実践し続けてるることななんですよなるほどだからこの宇宙の法則を実践し続けていかなければ、うん、必ずどっかではしごは外されるんですよ。うん、なるほどだから僕はそれを痛いほど見てきて、うん、でねあの東京都で一番高い高層マンションっていうところの最上階に住んでるお金持ちの家に行ったことがあるんですよ。階が高いってことですか 価格が高い。価格も高いですし、その当時は、そこが一番高いと言われてた高層マンションがあるんですよ。そこの一番上に住んでいるおば様と知り合ったわけですよ。ぜひ家に来なさいと。ありがとうございます。じゃあちょっとお邪魔させていただきますと言って、僕はもうワクワクしてます。その方は結構、いくつですかね、52、3でしょうかね。 えー、結構、かっ腹のいい女性でしたけれども<ー>、まあ、やっぱこう、花がありますね、パッと見る。なるほどで、派手さがあり、ブランドも身にまとい、<ー>もういかにも私、お金持ちなのよ、ごめんね、みたいな感じの人なんですよ <laughs> ごめんねなんで、一応、ねはい。はい、で、その人の家に行ったわけですよ。<laughs> はい、まあ、わくわくしましたね、また成功事例が一つ手に入るぞと思いながら行ったわけですね。行って 玄関入った時に、はい、お金持ちの家で、はい、玄関これはねまあ玄関が大切じゃない家大切じゃない家はないのですべて大切ですけどもまずこの今までたくさんのスーパーセレブの家に行ってきて、はい、玄関が汚い家なんか一回見たことがないんですよ、うん、はあなるほどねスーパーセレブは全員玄関が綺麗というか玄関が綺麗というよりも、はい、物を置いてないです何もない何もないえ靴も 全部ですなるほどだから引っ越してきた引っ越してきた状態と一緒だってことです何も置いてない何も置いてない飾りも置いてないだから絵とかそういうのがあったりしますよ趣味嗜好品がでも下品に置いてないですだからシンプルなんですよシンプルシンプルだけどそのおばさまの家はまあ汚かったんですよあそうなんですか そのすごいとこに住んでたねおばさまね東京で一番高いとこに住んでたおばさまが汚かったんですよあ、そうなんですかだからもう玄関入った瞬間もうびっくりして意外ですね俺意外じゃないですか今まで俺の統計学はどうなったとそうです僕の統計学が崩されたんですよですよねだからこれはやばいとそうですね事件汚いのに成功者でいるっていうのはすごいと事件ですね姉さん事件ですからこれはね姉さん事件ですねだから これは勉強になるぞと。はい、ねそう本当ですよね。これは面白い。で、僕、成功者の家に行った時にね、はい、まず、 何を見るかというと、すいません、ちょっとトイレ貸してくださいって言うんですよ。トイレも見るんですね、まあ、玄関は当然見れますよね、はい、そしてトイレもわざわざ借りるもう行ったら用がないのにトイレ行きます。ああお見るんですね。そううちょっとトイレ貸してくださいって、はいはい、もうちょっと少し漏れてるんだよみたいな、ねいね、感じでトイレ行くだいぶ嫌ですよ、ねい。ちょっとヤクルト1本分ぐらい漏れちゃったで、はい、トイレ行くわけですよ。で、行くとね、はい、もう僕が見てきた中で、はい、もう最上級に汚かったんですよ、トイレが。 汚い。汚い。そんなすごいマンションなのに。マンションなのに。もう、それはね。え、意外。多分引っ越してきてから、一回も掃除したことない。それぐらい。はい。めっちゃ汚いですね、それ。だからそのおばさまの、もう、うんこの筋がもう、つきまくりなんですよ。嫌ですね。もう、うんこの筋がもう、5000本ぐらいついてるんですよ。嫌ですね。5000本はい。嫌ですね、とにかく。いや、とにかく嫌です。はい。てか、もう、す、 いつも僕、はい、トイレ入ったら掃除するんですけどもさすがにあのおば様のおむかと思うと <laughs> ここはやめとこうといやー触れないですねだからトイレ掃除せずにず、ね、僕はいつもトイレ僕はいつもセレブの家に行った時に、はい、絶対やるのがトイレ掃除なんですよえしてあげるってことですかもちろんもともとでも結構きれいなわけですよねもともときれいですよはい でもちょっとこうだから汚れてても僕は全然関係ないのでうんこの数字が5000本あろうが1万本あろうが僕は関係なく全てででトイレ掃除しますけども人の家で関係ないです全然、ね、僕は何とも思ってないすごい、はい、ですけども、はい、あそこの家だけは無理だったんですよあそれは無理だったあのおば様のかと思ったら、はいはい さすがにできなかったですね。でね、そのすもうこれね本当ねあちょっといいんですけど、これ脱線していいんですか。もうだいぶねはいどうぞどうぞ時間配分僕何にも考えてない。だいぶはい間違ってますけど。だいぶ間違ってます。はいまあいいんじゃないですかねもう来たくてしょうがないですたいの皆さん聞きたいですか。来いっすよね脱線してもいいんです。っていうかだからその先どうなったのそのトイレっていうかその人ね。 あの僕はね、なぜ、はいはいあ、まだ僕は別にどこだからって、別にトイレ掃除するわけではないんですけれども、はい、あのスーパーセレブのトイレが僕、一番好きなんですよ。そうなぜかというと、はい、忘れもしない、今から6年前、はいはい、ロサンゼルスに行ったんですよ、はい、ロサンゼルスに行ってねロサンゼルス、世界で一番お金持ちが住むところっていうのは、はい、あのロサンゼルスのニューポートビーチっていう。ニューポーーポトビーチ、はい、ニューポートビーチっていうエリアが。 ニューポートビーチはいここが世界ナンバーワンの土地が高いところなんですよそうなんですだから世界で世一なんです世界一ですあニューポートビーチでロサンゼのはいだからニューポートビーチに家持ってるっていうともうそれは世界で一番のステータスなんですねそうなんですねでだからここははいあのグーグルの社長がの家があったりとかえっとニコラスケージの家があったりとかそのニューポートビーチので一番大きなはい 家家がが、はいえー、香港のののカジノ会社の社長の家が一番ででかかったですねだからグーグルの社長の家とか見ましたけどもまあかっこよかったですねでここに住んでるねロンさんっていう不動産王がいるんですよロンさん、はい、このロンさんの家に、ね、遊びに行ったことがあるんですよおお、はい、気になりますねもう僕はねもうトイレ掃除がしたくてねはい。<laughs> すごいね、それでね、そこでね、ロンさんの家はまず真っ先に「へ、はい、はい、ヘロン!」ってトイレ貸してくれてるからそしたら、ね、ロンさんの家は、はい、あのトイレが2個あるんですよ、ねはいね。まず僕はトイレ掃除を始めたわけですよ。はい、でみんなねその時ね10人ぐらいの友達と行ったんですよ。はい で、僕はトイレ掃除するのを知ってるから、はい、その素手でトイレ掃除するのを見てみたいってみんなが言うから、<ー>ああ、じゃあいいよ、別にその人に見せるもんじゃないけど、<ー>見たかったらどうぞって言って、<ー>まあ10人ぐらいがぞろぞろとくっついてきて、<ー>で、僕はそのトイレ掃除するわけですよ。はい、そうするとみんなが、やっぱ素手をトイレに突っ込むんで、みんながびっくりするわけですよ。<ー>で、汚ねとか言ってるわけですよ。 もうあれなんですね、桜庭さんはもう素手で、ガッツ,ガツあの水の中まで行っちゃう感じなんですかあたまに手抜けなくなるとこまでます。<laughs> 深い、だい,深いだいぶ深い。だいぶ深い、だいぶ深い、もうカスピ海よりも深いぐらいに手突っ込むんですよ。 そうしたらねみんながすごい騒ぐもう爆笑するやつとかもう吐き気を催してるやつとか蜂の巣つついたような騒ぎになった時にロンさんが「何やってんの?」って言ったらそりゃそうですよねうちのトイレだぞそう、トイレで何騒ぎんのお前らって感じ来たら僕はもうトイレの奥まで手を突っ込んで肘ぐらいまでトイレに入った僕を見て「お前何やってんの?」ああなりますよ。で「いや俺はちょっとトイレ掃除をさせていただいてるんだ」と。 「Yes, I'm、はい、crazy!」って聞いましたけど <laughs>、はい、でねこの時の体験は僕は忘れられなくて、はい、なぜかというと、はい、日本に帰ってきた時に、はい、まあ僕の場合に行って、ねまあ、霊能者がたくさんいるんですよ、はい、霊能者がたくさんいてねその後、とある和歌山の霊能者とご飯食べに行った時にね「はい、あんた最近どっか海外行った?」って言うんですよ。 霊霊能者の方が、ね、霊能者者僕何も一と言も言ってないんですけど「あんた海外行った?」って言われて「はい、はい、行きました」だよねって、はい、日本と違うものがいるよって言われたんですよ。はい、<物>要するに、はい、まあ何かが、えー、くっついてきちゃってるわけですよ霊が。お霊がついてきちゃったんですよ。はい で、それは日本のじゃないから、はい、海外から連れてきたはずだっていうんです、ね、<ー>で、そうで、す、僕、アメリカ行ってたんですよ。で、それは、あのー、多分あんたどこ行ったのって言われていや、すごいお金持ちの家行ったんですってもう天文学的なお金持ちの家を行って来たからもしかしたらその人の家のかなとか言ったらもう間違いないって言うんですよ。 え何がついてくるんですかねその人の家の座敷わらしがついてきちゃったんですよ、はい、へえそれはいいことなんですよあいいことなんですねいや超いいことなんですよ座敷 <laughs> わらしもらってきちゃった的なその人のロンさんの家の座敷わらしが <laughs>、はい、多分僕のこと気に入ったんですよ、はい、なんでかっていうとトイレ掃除したからですよなるほど じゃあロンさんちのトイレはどうだったのめちゃくちゃ綺麗でしたあ綺麗だじゃあでもロンさんだって日々ね掃除してたわけですよねきっとねロンさんはしてないと思いますけどお手伝いさんがねああそうかそうかピカピカですけれどもそこに自ら危機として素手を突っ込むジャパニーズね。こいつ面白いってこいつやべえって言って それれをあんんたた連ててきよよっうでで、すこの人何かメッセージないんですか僕にって言ったんですよはいそしたら「ある」って「はい何ですか?」って言ったらその座敷わらしがね座敷わらしのメッセージをはははいいいじゃあメッセージを教えてくださいって言ったらあなた近いうちに全く関係ない仕事をやることになるよって言われたんですよへえ はい、自分が思ってみなかった、はい。やろうと思ったこともない仕事を、はい、やるはめになるよって言われて。はい、いや、先生、周りないっすよみたいな。はい、いや、そんな関係、自分が全く関係ない仕事なんかやるわけないじゃないですか。もう今の仕事で一杯ですよって、はい。言ってたんですけど。三、はい、日後。三、はい、日後。三、はい、日後。はい、カフェをやるはめになったんですよ。<laughs> れすごいですね。 カフェ開いたんですカフェ開いたんですよ。すよ <laughs> えうまくいったんですかこれが半年でクローズしたんですよ。<laughs> ダメじゃないですかはい、はい、でもそこにもすごい深い意味があるんですよ。<laughs> あなるほど結局そこで僕はそのカフェで1,000万ぐらい損失を出たんですよ。うんはい、でもその,いであのよくまあ臨時出費っていうかビジネスを失敗するとか。 いろいろあるじゃないですか。はい、それっていうのは意味があるんですよ。うん、その金額っていうのは、うん、し、その失敗にしろ臨時出品にしろ何にしろ、うん、そのお金っていうのは、うん、自らが出さなければいけなかったお金なんですよ。うん、お金ってエネルギーなので、あ,うん、あのー、このこれねちょっと時間がないから本当はもっと深く喋りたいんですけど、うんうん、結構ねお金で解決させられることってあるんですよ。 そのお金を払うことによって運の話ですだから僕の場合は普通に普通にこの三次元的に見たらカフェを開きましたすぐにクローズしました1000万損しましたああかわいそうにってなるそれが三次元的な考え方ですそうでも僕の場合は全然違うんですよそこには本当に深い意味があってその金額というのを出すことにより 自分ののママイナスのカルマがそここでで解消したことになるんですよだから臨時出費っていうのはカルマの解消にもつながってるんですよ。なるほど悪いこと。だけじゃないんですね表面的には、ね。そう表面的には誰もがもう最悪も信じられないってなるけどもこれがそうとも限らないんですよ。なるほどだからそのお金だからそこからねもしかしたら未来。 近い未来交通事故に遭う可能性あるわけですよ誰しも病毒にまあありますよね当然ねだけどその交通事故に遭わないためには1000万円っていうお金を自分が自らそのエネルギーとして外に出さなければならないってなった時にそれを出させるためにそのカフェってものがあったわけですよそうしないと大きなお金って出ていかないじゃないですかなるほどまあそうですねなかなか1000万本とはねまずありえない話しかも今やってるビジネスでっていうのは あんまりなないでしょうねねなるほど、ね、だからこれ一概にはそれが不幸とは言えないんですよ。なるほどだからこの辺がこの辺の,このさじ加減が分からなくて苦しんでる人っていうのはやっぱすごく多いんですよね。あーそうですよね、まあ、もちろん1,000万と飛んだら、はい、まあひっくり返る思いですよね,そうですね。だけどそれを失敗した後の僕は。 ありえないこととが次次から次へと起きてくるわけですよ、うん、だから普通だったらね<や>その時点でもうふざけんなとかムカつくともう絶対許せない、はい、とかなるじゃないですかでも僕はそこあこれも意味があるんだって思って、はいはい、この1,000万出したことによって、はい、またこれなんか新たな展開が出てくると思ったらやっぱり仕事の話が次から次へと出てくるわけなんですだからここでそ,うかそこでマイナス感情波動というのを だからこの辺をわからない<あ>理解してないんですか、ね、なるほどねそっかそっかじゃあそのいい、えー、カルマの解消、はいまあ、出すものがあった時に、はい、マイナス感情で満たされちゃうから、はい、肝心のいいものが入ってこないあそれが一番もったいないですよねだから出したらあとは入るだけなんですよ まあそうですよね、もともとその確かになんか今聞いてて、普通にその出して入って、出して入ってが自然というか、はい、そうですですよね、入って入って入ってがベストだと思っちゃうけれども、はい、そりゃだめだっていう話です,、ね、そうなんですよだから、そこにも意味があると思うことなんですよ。だから人生に無駄なことは何一つないわけですよ。もう全すよもうてうててがですっいか嫌なことでも いやもう人間ですからそれはもうは頭にくることもあるしムカッとすることもあるし怒りで満ち溢れる時もあればムラムラする時もあるわけですよ。ムムララ関係ないだから、はい、それも意味があるってことなんですよ。は全べてに意味がある、ね、だからどんな理不尽のことででも意味があるんですよなるほどだからこの部分に気が付けると運命っていうのは大きく変わってくるんですよ。 だから特にお金っていうのは本当にエネルギーなのでお金で相殺させられる時が多いんですよ。 なるほどお金っていうのはね、もう、総裁作業に使われること、すすごく多いでよ総裁作業ですね、はい、だから人のためにお金を使わないとか、もう自分以外のためには絶対お金を使わないっていう人、多いんですよ、ため込むというかね、そう、それで人のためには絶対お金を出さない、そして、おごってもらうことに命をかけてる人とかいっぱいいるんですよ、飯食わないとか言うと、いや、ちょっといいっすとか、じゃあ、俺、おごるから行こう、行くって人、こういう人は大体終わってますね。 そう、はい、自分から出さなきゃいけない。だから、出さないから、入らないんですよ。ああ、なるほどね。だから、この辺はね、ちょっと、この短い時間では、ね、はい、ちょっと解説しきれないんですけども。はい、本当にね、ここを理解したら、本当人生、大きく変わるって人はね、はい、結構いるんですよね。そう、なるほどね。まあ、ちょっとね、こう、脱線して、あれですけれどもね。<laughs> はい、まなんか、すごいでかいポイントですね。今ね、話ね。まあ、なんか、いろんな面があるなと思って。 そうですねまあみ水の話からずいぶん脱線しましたけどねそうですねで私が一番気になってんのはだから東京で一番高いマンション住んでたおばさんがどうなったのかってそうですよそれでねトイレ入ったでリビング行ったもう外は掃除できなかった何もかも汚いリビングもだって玄関汚いけど他は綺麗ってありえないじゃないですかまあそういうもんですかね玄関がピカピカだったら全部ピカピカですよで もうね、あの、びっくりしたのはね、やっぱね、お金とかがね、部屋の中に散乱してるんですよ。え文字通りですかあ例えばこ、こういう上とか、はい。なんか本棚のところにとか、さが、小銭みたいな。小銭ですあ、小銭が。100円とか10円とか1円とかが、い,い,いろんなところにこう、置いてあるい。<laughs> それはひ、まあ、うん、ひどいですね。だからそういうのを見たときに、はい。 これは面白いと自分の知ってる宇宙放送から真逆の相反するこういうので成功してる人っているんだと、はいうん、自分の根幹を揺るがされるようなことです、ね、だからどうしたらいいのかと思うわけですよ。どうしたらいいのかと思うのでこれはこれは面白いと。 うん、だから、このちょっともうこれ、根堀葉りインタビューしようと思って、こうインタビューしていくわけですよ、うん、インタビューしていたときに、あのー、なんかありましたか、あ大丈夫ですか、もうこれ、パワーポイントはなくなっても大丈夫ですね。はい、あのだからね、その聞いていくわけですよ、根堀葉りいろいろ、聞いたときにね、うん、この人、絶対はしご外されると思ったんですよ。うううんうん、うん もう絶対間違いないなってだって自分のうち知ってる宇宙法則から何もかもが全部逸脱してるんですよ。うんうんうんですよね。だから成功するという、うん、その成功法則通りにやってることが何一つなく全部が正反対でしょ。だからこれ絶対はしごはされるしかもうん、うん、話を聞いてるとね、うん、そのビルのもともとはそこのビルの真ん中に住んでた、うん、真ん中に住んでいたけれども、うん、絶対に自分は高層ビルの一番上に住むのが夢。だから えー、その管理会社に一番上が空いたら私を上一番上に行かせてくれってずっと言ってたんですよで一番上が空いて審査が通って無事に先月って言ったかなうん、うん、先月無事に一番上に引っ越してこれたのって言ったんですよ、えー、あもう1か月なんですねそうなんですよ1か月でその状態ってすごいですねすごいですで、ね、はいはいはい だからねこれ聞いた時に僕は絶対間違いないと思ったのは、はい、僕はいつもねはい、はい、まあこれはいつもいつも言ってることなんですけれども同じマンション内での移動というのはもう5発と中のご5発なんですよ<あ>これはダメなんですかこれ器学の話になってくるんですけどもでもよく、はい、あの上の階に行くってありますよねああの、ね、たあのたすごくよくあるんですよありますよねすごくよくあるんですよだからこれね同じマンション内での移動した人ってね ななななし皆さん不幸になるっていうあそう、はい危ないううあそ危危覚えてるかどうか分かんないんですけども、はい、もう今から78年10年ぐらい経ってるかもしれませんけれども、はい、あのとある某局のアナウンサーが高層マンションの真ん中に住んでいて一番上に移動したアナウンサーがいるんですよこの人その後どうなったかって、うん、駐車場で子供引いて殺しちゃいましたよ。 これはもう大ニュースになりましたそうなんですねこれがまさしく同じマンション内での移動なんですよななんんでですかこれ企画の問題になってくるんですけども自分の家を起点にして8本の線を引くんですよ自分の家を起点にして東西南北さらに北西とか8本線を引いてここのライン上っていうんですけどライン上に引っ越すのはもう5はっと中の5はっと。 で同じマンション内ってことは確実にライン上なんですようんまあ同じ点というか、ね、そうです同じ点の中での移動なので、はいはい、だから近くに引っ越せば引っ越すほどこのライン上に引っかかりやすいんですよなるほどね漏れなく漏れなく不幸になるこれはね実は僕も2回体験してるんですよええ桜庭さんですらあの 僕は包囲のことについて知り始めたのは6年ぐらい前なので最近っていえば最近ですのでその前はその包囲のことなんか何にも知らなかったのでえ実は僕はそのとある今からえ18年前19年前にとあるマンションの302号室に住んでたんです。よ 302に住んでいて近くで事務所借りようて思ってたんですよだから事務所を探してる時に303号室がいたんですよああなるほどねはいいやこれはついてるわと言って303号室を自分の会社の事務所にしたんですよおお超便利じゃないですか便利じゃないですかもうベランダ越しでいけるのでめっちゃいいと思いました今もう夢の世界なんですよですよねベランダ越しはまあいいやだからもう移動距離一歩みたいなはいはいえ303号室に えー、事務所を借りてから 1>,、はいえー、1年後に離婚しましたね。<laughs> 離婚ですええ、ええ、だって引っ越したわけじゃなくて事務所を借りたわけですよ、ね。ええ、事務所店舗っていうのもこれは包囲でもう本当に大きく関係あるんですよ。マジですかはい だから皆さん、本当直感を信じてね、はい、駅の近く、学校の近く、会社の近くへと引っ越していきますけども、はい、これはね、方位は見た方がいいですね。<ー>本当にもう方位だけはね、僕はもう散々経験してる、はい、あとはその川崎の溝の口っていうところに住んでて、<laughs> えー、具体的に、的 <laughs> え川崎もう本当にこれも、もうね、あ,のあんまり具体的に言うとね。 特定されると困るから具体的に言えないんですけども川崎市高津区400高津区中言い過ぎっ川崎市高津区上佐区の451-1ってところに住んでてねまあそこから10万円引っ越したわけです引っ越したんね引っ越したんですねこれがその時は全然気がつかなかったけども僕ね引っ越した途端ね体調悪くしたんですよおおいきなりいきなり体調悪くなりましたでも引っ越したのと因果関係があるなんて気が付くわけがないんですよまあそうですょね絶対気がつかないんですよはい しかも、それだけではなくて、なぜか会社の業績も緩やかにこう落ちていくわけですよ。ええ、怖い怖い。でもそれが、引っ越しと因果関係あるなんて誰も思わないんですよ。思わないですね。そして、その体調がなんか悪いなと思った半年後ぐらいに、今の方位の師匠と出会うんですよ。ああ、なるほど。で、えー、その、まあ、その師匠はもう、いろんなこと、ね、えー、いや、一番初めにね本にあを聞いてくるんですよ。うん、その、引っ越し履歴も全部聞いてくるんですよ。 あ今の過去の過去の引っ越し事件も全部聞いてきて、ここからここはだめだったとか、ここからここはまあまあとか、はいでね、ほとんどの人がね、悪行為に引っ越すんですよ、ほとんどの人が。 だからその人が運気を持ってるか持っっててるるかかなないかですねなるほどだからほとんどの人がこう運気を悪い状態なのでやっぱり先輩悪方位っていう方位に何者かに引っ張れるかのように引っ越していった途端に体調が悪くなる会社の業績が悪くなる怖いお金のトラブル人間関係のトラブルってことに巻き込まれていくわけですね,怖いで,すねでもそれが引っ越しと因果関係あるなんて絶対思わないじゃないですか思わない 絶対思わないです。ねむしろ、なんか引っ越したら、間違いなくいいことありそうな気がしますよね。ありそうな気がするんですよね。あの新規って髪の毛切るみたいなイメージ。そうなんですね。だけども、だから、その、見てもらった時に。あんたが、ここに引っ越したから、体調悪くなった。って言われて。あ、そうなんだ。しかも、これ会社の売り上げもしてるだろうって言われて。なんで先生わかるんですか。 すぐ引っ越し先生どこ引ったらいいんですかって言ってあんたどうなりたいんだってだからその自分がどうなりたいかで方位も変わってくるってことですよあそうなんですね単純にいい方向っていうのがあるんじゃなくてはいどうなりたいかなんですよすごい深いんですね深いものすごい深いですよこれまさしくバイカル湖より深いんですよバイカル湖より深いですバイカル湖ね湖のねより深いより深い深い深い じゃあ仕事、とにかくもう仕事です、仕事なんとかしたいですってかった、じゃあ仕事が上がる方位に引っ越そうって言って、師匠が導き出してくれたところに僕は引っ越すわけなんですけども、でも師匠にお願いしたのは、自由が丘に店舗があるので、できればこのライン上にならないところで、自由が丘に引っっっ越したたいですって言ったんですすて言んよだから一回引っ越すけども、また自由が丘に引っ越したいって言ったんですよ。 あ戻りたいそうだから一回自由学校から出なきゃいけないんですよはいはいはい、はい、でも出た後戻りたいです,すはい。そうしたらじゃああんた半年そこに住めって半年でも僕の場合旅が多いのであ,、はい、あ間違えました60日あ60日か滞在が60日 2> 2ヶ月かそうです、はい、だから2か月住むとその場所に住んだっていう気が移って引っ越しできる状態になるんですよおでも僕の場合あの出張族というか、まあ、旅族なのではい 60日滞在するのに半年かかったんですよ。はい なるほどね、家にいないと、そこで寝ないといけないみたいな感じで、だから60回寝て、初めて引っ越しなるんですい。だから僕の場合は、そこに60日住むのに半年かかって、また自由が丘に引っ越すわけですよ、でも、本当に不思議だったんですけど、その時本当、体調不良でね、片頭痛とかね、微熱とかずっと続いてたんですよ、でもこれね、病院行ってもわからないんですよ、原因が。全くわからない。 だからどうしてだろうと思った時にその師匠と出会ってうん、うん、とにかく家を出ろって言われてうん、うん、出て引っ越した瞬間から治ったんですよ。うん 引っ越したらそう治った先輩0っぽいに引っ越したわけですからえその引っ越すまではずっと調子悪かったそう分かりやすいっすねだから僕はその瞬間に方位ってものが本当に存在するんだってことに気がするいや怖いっすねそうやって聞くとねだからしかも過去を遡られてねあんたここで302から303あんたこれはもうごはっと中のごはっとやで大阪人なんでねごはっとやでって言われてその過去が今に影響するってこともありもちろんありますよええ怖い怖い なので、はい、あんたこの303から303302から事務所303に借りた時あんたあってやろ直近にってやろ言われていや先生ありましたあの先生が怖いねい怖い怖い <laughs> いや先生その後もう離婚しましたっ<ー>そうやろって言われて<ー>だからもうもう本当ね僕はそのここれからね本当に法位ってあるんだってことで僕は法位にそこからねのめり込んでいくんですよなるほどね、はい、なるほど いや、ほい。今、引っ越し考えてる方は、絶対相談した方がいいですね。うん。というか。はい。 あのー、ファミリーが家族がいる方っていうのはやっぱり引っ越しは難しいんですけれどもやっぱり一人暮らしの人に僕は絶対いいのはまずは引っ越しなんですよ、はい、もう何はさておき引っ越しなるほどだから僕のその開運メソッドの中で、うん、まあ一人暮らしの人余裕がある人はもうワンツーフィニッシュはもうひもう全部捨てて引っ越しこれに勝るものはないんですよ、うん、だから全部手放して、はい、僕は、ね、いつも言うのはね引っ越す一人暮らしだったらね引っ越する時は機内持ち込み用のスーツケース一個にしろっていつも言うんですよ 本当に人生変えたいから。それしか持ってかない、後から買い足してもいい後から買い足すんです、買い足してもいいんです、それはね、必要なものはね、必要なものは買い足してほしいんですでも最低限にしますよね、当然そうです、だから引っ越す時は僕はできれば、機内用スーツケースで引っ越してくれってなるほど、引っ越し代もかかんないですしね、だからもう、その執着なんですよね、ものへの執着。 だって全く使ってないのにもかかわらず手放せないものって結構あると思うんですけどやっぱりそのね執着なんですよ。あります。だからこの執着ってものがねあればあるほどね開運っていうのはね難しいっていうか足を引っ張るんですよこの執着がやっぱりそのものが顕著というかいちばん制御しやすいしですよねだからそこには執着っていうこのマストっていう考え方の方。マストうん いるじゃないなけ,れでなければならないっていねああマストねマスト,このマスト的な考え方っていうのをね、はい、やっぱりちょっとねこの解運していくのが難しいんですよねなるほどねでなければならないっていうその思い込みというか執着というかねだからこのマストの考え方というのは執着につながってくるんですよね,なるほどねだからこの執着さえ手放した手放せたのであれば本当の人生は変わってくる、はいうん、僕はこのメソッドを提唱してからおそらく2三3 0人は引っ越してますよ本当に。 一人暮らしの人で、引っ越すだけではなく本当に手放してスーツケースそのいつも着ない持ち込み用スーツケース一個って言いますけど、本当にそれで引っ越したの多分2、30人います。まさに全車利ですよねそれはね。だからこれをやった人がその2、30人どうですか？だから皆さんのーベルくなし開運してるんですよ。やっぱもう変わりますか？ものすごい変わりますね。だから。 本当に自分も変わったしやっぱり僕がいろんなことを話して分かりましたもうちょっと実践していますって素直に実践している方っていうのは本当に早いですだからファミリーいる方は難しいですけどもやっぱり一人の方はね僕はもう絶対引っ越してほしいですねもう何はなくても引っ越しですねだから千売木っぽいの引っ越しなるほど手放して引っ越しこれですね。 それって例えば家族とかだったら、はい、そのいい方向に1回引っ越せば、はい、もうそこにずっといても大丈夫あこれがねやっぱそのねだから僕はその今家いる家は丸3年経ちましたけれどもうもう師匠から言われました家のエネルギーなくなってるから引っ越せって言われました、うん、だから今引っ越しを考えてますそうなんですね、はい 3年って結構あっという間ですよね。3年あっという間です。でもまあ、買っちゃってる人もいてね、もう未来をそこに住むっていう方も、まあこれはこれでいいですよ。あとはその場の環境波動を上げていく、要するに綺麗に保つってことですね。あとは物をあまり置かないっていうことを特化してやってほしいですよね。まあこれは本当に一番です。だから、まあ先ほど言いましたけども、やっぱりその開運するためにまず準備をしなければいけないという、この準備というのがまず家なんですよ。はい。 家が汚くて運気が悪い。あ、家がゴミ屋敷に住んでいて、もう体調もバッチリだし、運気も最高って人を探してるんですよ。まあ、いないでしょうね。なんかいない気がしますよね。はい。はい。まあ、わかりませんけど。まあ、もしね、これ見てて、俺、こう、そうだよ。 っていう人がいたらもぜひねはい連絡いただければあだからそのさっきのねおば様の話に戻りますねあそうそうでもその人そうですよねそうですまさしく宇宙の法則に相反する生き方をし家が汚いだけではなくさらに同じマンション内での移動をしたあれからね多分多分ですはい二ヶ月後ぐらいですかねえその人ねあの とある投資話に乗っかっっかててしまってね、えー、全財産を失うだけではなく、うん、もうやっぱりなんかあちこちでなんか悪いことをしていて、うん、そういうのもなんかもう全部明るみに出てしまってうもうその人はね よ逃げ同然で逃げていっちゃって、今どこにいるかわかんないんですよ。うそうなんですね。いろんな人が探してるっていう状態、ね。怖いですね。だから、こういうのを見て、本当に方位っていうか、その同じマンション内でのいる。っていうのは、はい、まあ、ごはっとだし、はい、でも。やっぱ、あの空間をね、もし綺麗に保ったのであれば、はい、ちょっと違ったかもしれない。違ったかもしれないですよね。いよねはい、そうですね。 なるほどね、まあ。ということで、まあ、準備ということで、はいはい、今ねスっとこの準備だけでけど時間が経ちましたけれども,ま,もまずはその、まあ、引っ越せる人は引っ越すっていう話ですよね。引っ越すっていうのがまず1点あとはもうとにかく、えーまあ、今ねお家ちか、まあ、夜やるか分かりませんが。 え、玄関から、とにかく綺麗にすると。あとトイレですよね。いや、うちもね、ちょっと掃除しますわ。これは奥様に見した方がいいですね、この動画はね。そうですね。そうですね。まさみ聞いてるかまさみじゃない。誰誰あんた、まさみ誰ってなりますかやめてくださいね、本当に。誤解産むんでね。はい。そうそう、あとは、その、捨てるってことですよね。そう自然車理。 はいだからベストは、もうスーツケース1個にまとめて引っ越す、はいうん。まあ一人暮らしの人はね、もしだから本当に自分の人生をね、うん、本当に100ワット変えたいと、うん、もうこのままの人生じゃ私、嫌だ、うん、もうなんとかしたいって、もがいてる人って結構いらっしゃるじゃないですか、うんうん、もうこういう人は、本当にね、はい、清水の舞台が飛び込むつもりでね、はい、ぜひ実践してみてほしいですね。そうですね、はい、本当に 早早いいでですすよねねねきっとそこで引っ越しっていうのはちょっとね考える人少ないんじゃないですかね髪型変えたり仕事変えたり彼女変えたりいろいろあるとは思いますけれども引っ越しをする、ね、あのやっぱりね目に映る景色を意識的に変えていくっていうのは絶対的に必要なんですよ、うん、なるほどね引っ越しっていうのは目に映る景色がもう的にね,ね180度全部変わるじゃないですか、はい、もうこういうのが、ね、必要なんですよなるほどね定期的にこれはやっぱり引っ越す際は ご相談するのがベストですかね,ああもうねプロにね、だって聞かないと分かんだからだって良かれと思ってスーツケース一個で引っ越しちゃったら、はい、その悪い方向でわますます悪くなっちゃったみたいなそうなんですよホーってなりますよねいやだからこのホーというのは、はい、もう師匠の話を聞いてれば聞いてるほど面白いんですよ、はい、まあしかも深いですよねそうだから僕ねあのー、師匠に教えてくださいって言ったんですよはいはいはい、はい、したらいいよって言われたんですよ、はい、でも、はい 分あの理解できないと思うっていう難しすぎる難しいだからあなたがもしあの今やってる仕事とか全部手放して本当に命をかけてこの道で生きていくって言うんだったら、はい、私は全部教えるって言われたんです <laughs> なるほど 師匠それぐらい難しい。あ、それぐらい難しいですね。<ー>だから、その世に出ている、ま。科学というかね、すごい深そうですよね。あ、深いですね。ねだからもう六法全書全部記憶するような感じなので。だったら弁護士になるわって感じですね。そうなんですよ。だから、僕も、 やっぱその方位を勉強してね、うん、やっぱこういろんな人にこう自分もこうなんかいろんな人にこう役に立てればいいかななんて思ったんですけれども、やっぱそこまで師匠に言われると、で師匠はね、やっぱりもう幼少期の頃からずっと勉強したんですよ。あそうなんですか、幼少期の頃から、小学生の,学生の法医学に興味があるとか、あのお姉さんがすごい興味があったらしいですね、はい、だから連れ回されていろんな、へえ。 すすごい人ですねだからすごいなと思うんじゃないですね <laughs> はいもう数字見ただけで全部わかるので、えー、あじゃあもう一個質問いいですか、はいはい、引っ越すタイミングは早ければ何よりですかいやあの引っ越すね日にちも全部指定されるんですよあ,あるんですねやっぱり、ね、全部日にちもあるんですよ<う>なのでまあ師匠から言われるのは、はい、えー その引っ越すまあ方位ももちろんですけれども、うん、不動産屋の契約書にサインをする日<あ>それから荷物を搬入する日って全部あるんですよなるほどなるほど、ね、だから自分で方位だけ決まった後は勝手にじゃなくもう何もかもが決められてるんですよなそれは難しいわね、はいだから自分じゃ判断絶対できないねういううでね世にはやっぱその方位を見てくれる先生って無限にいるんですよあい、いますねよねだけど あとはね、僕よく言われるのはね、その、はいえー、佐野さんそのアプリとかで無料でありますとか言われるんですよ。そ,ああそうなんですか。へえ。だけど本当に申し訳ないですけど、合ってないです。あ、そうなんだ。残念。でやっぱりその法義の先生でもやっぱりまたくさんいますけれども、はい、やっぱりね、残念ながら、はい、まあほぼほぼ合ってないですね。ああ、そうなんですか。だからあ、そのほ本当の正しい法義を導ける人に出会うというのは難しいですね。なるほどね。すごく難しいです。なるほどね。 でも僕の師匠はねほんとやっぱちょっと、はい、ちょっとすごいですねこれあのまあ引っ越しを考えているもしくはこの話を聞いて、はい、いやぶっちゃけ私も結構家族連れですけどね引っ越したくなっちゃいましたけれども持ち家じゃないんですかもうあ、賃貸です、ね、あ賃貸ですか、はい、もうそれは引っ越すべきですねねえみ、引っ越すぞまさみ、誰だとった。<laughs> <laughs> また誰,誰のこと話してんのみたいになるからねやめてくださいね。そ <laughs> <laughs> そうそうってなった人多いと思うんだけどこれ具体的に、はいいいですかねあのいやもう僕言ってください、はい、直接ね、はい。じゃあ直接 <laughs>、えー、メールか何かで、えー、ご相談させていただきた、はいな、ね、っていうかもうフォーマットがありますよ師匠のフォーマットが。フォーマットというのは、はい、あのその人の人生まれた青年が それから生まれた時間ああそれから今住んでる家でどんなふうになりたいのかっていうのを、えー、書いて,、はい、書いて送るだけそうですそうですそうすると方向とエリアあっっていうかまあその師匠の事務局がありますので事務局の人間とのいろいろやり取りをしあとは先生があ安心ですねあそうですそうですもうだから全部任せて やってくれればいいだ、ねね、から方位が決まったら、はいまあ、こっちの方向に行ってくださいってなってネットなり現地に行ってその不動産屋回って見取り図、マトり図見るじゃないですか不動産に行くと。はい、で自分はこの家いいなと思ったら、はい、その家を見取り図、マトり図を写メして。 師匠に送るんです<ー>そうするとここはダメいい、ね、ここはダメここはダメ,ここはダメってなるんですあなるほどねほあそっちの方向を進めばいいってわけじゃないんですねま,また今度ねそのね家の形があるんですよいやめんどくさいな <laughs> これがね、はい、これがいろいろあるんですよ、えーえー、なるほどですねだからこの家の形っていうのが、はい、やっぱりねいびつな形はダメなんですよ あ、あなんでですすかごねそうなんですね、まあ、ちゃんと普通の間取りがいいシンプルがいいあだからそのどこが欠けてるとかどこが出っ張ってるとかいろいろあるんですよあ<ー>だからここが欠けてると家庭不安があるとかここが欠けてるとここが出っ張ってるとその隠し事をしていてもすぐにバレるとかいろいろあるんですよあ怖い怖いだから自分でね本当決めない方がいいのとやっぱりあとはその。はい あのいびつな形は絶対なんですね。あ、そうなんですね。だからね、デザイナーズマンションとかあるじゃないですか。はい、僕ね、その結構いろんな人の見取り図、まとり図。まあ、見させてもらってる中でね。うんうん、結構、こう、本当にヘビーな問題抱えてる人ってね。うん、デザイナーズマンションみたいな。ところに住んでる人多いんですよ。ああ<ー>。あれ、デザイナーズマンションってね。はい。デザインする人は。はい。あのー。 風水のこと何も考えずに。まあ、それはそうですよね。かっこいいやろかっこいいっていうだけで立ててるじゃないですか。そ,れはそうでしょうね。あれもうめちゃくちゃなんてもんじゃないんですよ。ああ、そうなんだ。ひどいんですよ。風水的にはめちゃくちゃ。まあ、風水的にはひどいんですよ。へえ。 ね、そうですね、えー、デザイナーズマンションはだめあといびつな形とかはだめだからもう買っちゃって、まあ、デザイナーマンションを買っちゃってでも引っ越せないんですっていう人はもうはまあとはやり方もあるので、まあ、徹底的にそれを実践していただくしかないんですよね、うん、ああなるほどねそうしないと本当に災いが来やすいですねなるほどね中の方で頑張るっていうことは、まあ、大体ね病気になりますあそうでもこんなこと聞いたら引っ越さざるを得なくなりますよ、ね、いやもうぜひ引っ越してほしいですねはい もう僕のワンツーフィニッシュはやっぱりもう捨てて引っ越しこれがもうワンツーフィニッシュなのでだから僕はその抜く水になった時まずやるのは全部捨てて引っ越しですよなるほどねだいぶ長くなりましたが準備っていう話だけですけれども、はいはい、捨てて引っ越すそうですねあとは、えー、トイレと玄関掃除する、うん、もうこれに勝るものはねもう絶対ないですねなるほどね、はい、まあ本当に騙されたと思って問題、ね、抱えてるんであれば やってみるというところでしょうかね。うん、そうですね。はい。なるほどね。いや、本当に引っ越したくなっちゃいましたよね。はい。で、引っ越す際には、桜庭さんにご相談してさせていただそうですね。まあ、言っていただければね。まあ、もちろんね、その、なんだろう、えー、先生からアドバイスいただけるわけだから、はい、まあ、有料になると、ねはい、あ、もちろん有料ですね。ね有料でね。まあ、師匠、普通の人もいないので。 あ、そうなんだはい、もう一元さんとかも絶対見ないのでああじゃあ桜庭さん経由じゃないとだめだっていうことですかねはいね、はいはい、いやでもこれまあ別にねその <laughs> 正直それを売るつもりはなかったんですが、はい、まあね、えー、絶対ある程度金額してもねせっかく引っ越すんならいいとこに引っ越したういですよね,そうですね、まあ、引っ越しをお考えの方いたらね、はい、まあ自分の直感を信じずに、うん、まあ引っ越してほしいですよね、うんはい なるほどね。まあ何よりも引っ越しを考えるというのが、そうですね。よ、はい、というところですかね。はい。ということで。質問もなんかいっぱい来てましたけど大丈夫なんですかね、えー。質問答えていきましょう。うえっと、たいただいたご質問は全て桜庭さんがご丁寧にお答えしていきますのでね。はい。えー、じゃあ質問回答していきましょう。はい。 じゃあね、えー、いただいた順にね、えー、お答えしていきたいと思いますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えいっけしずさんですね。ありがとうございます、えー。こんばんは。ライブ配信ありがとうございます。日常のゴミの捨て方について知りたいですと。私の場合、ゴミを捨てる際、ありがとうございますと声をかけてから袋に入れ、ゴミを収集する人が困らないように配慮するようにしています。 その他こうした方がいいよということがあったら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。いやもう100点満点じゃないですかね。すごいですね。はい。偉いですね。あのやっぱねこれゴミの捨て方にっていうのでね大事なんですか。あだめちゃくちゃ大事ですね。あそうなんですか。そのゴミの捨て方でその人の本質っていうのがよくわかるんですよね。だから僕なんかのあの、はい、ゴミ捨てる時やっぱそのやっぱゴミ袋にいる時ありがとうっていうのはもうこれ基本なんですよね。 ゴミを袋に入れるときにまずありがとうです。よと何でもですか使えるものでもなくてティッシュ花噛んだティッシュを捨てる時もありがとうとティッシュにプロは自分の師匠からあなたの口から出る言葉のありがとうの回数を増やしなさいって13年前に言われたんですよだから何があってもありがとうですべてにありうるありがとうの回数を増やせって師匠に言われたので全部ありがとうなるほはい。 だから、あとは、あの、その、家の中でゴミ袋、ビニール袋入れるじゃないですか。はい、で、それを持って、はいえー、その、ゴミ収集所みたいなところに持ってるじゃないですか。はい、まあ、この時もきちんと、あの、その、ゴミの部屋に行って開けた時に、はい。はい、あの、失礼しますって言って入って。部屋にね。部屋に入っちゃんとね。で、捨てる時に、ありがとうございますって言って捨てますね。 多いっすね、はい。もうこれは基本ですね。えっと、ゴミに対して感謝って感じなんですかまあ、ちなみになんでいもう。いや、もう全てに感謝、ね。す全てに感謝ですね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はいありがとうございます。あとは、うんこしろうさん。うんこしろうさん。はい。バカにしてますね。<laughs> なかなかバカにしてますね。<laughs> 大王、いつもありがとうございます。ます僕もぜひ、 海運体質になりたいのですが、なかなか大王みたいに周りにリッチで品格のある人がいません。仕事帰りにたまにセレブな街を歩いて波動を浴びたり、一流ホテルのラウンジを積極的に利用してみたり、食べ物や言葉に気をつけてはみたのですが、まだまだ時間がかかるような、時間がないというかもったいないので、今すぐ持てて、心にも懐にも余裕ある生活がしたいとしたら、やはり全車利ですか 次の運行塾も楽ししみにしていますあ,ありやもう基本はねやっぱり物を手放すっていうことですからなるほど、ね、だからやっぱり家がパワースポットにするっていうのは、うん、まずこれがもう第一条件なので、はい、やっぱりもう物を手放してそのだから環境ですよあなたが一日の中で一番過ごす時間の多い場所の波動を上げていくうん、うん、波動を上げるためにどうしたらいいのかうん、うん、物をどうか。 減らすってことですね。うんもの減らしていくっていうことなので、うん、それまあまず本当まずはそこからですよね。なるほどね。だからセレセレブはいあそうですねセレブのなんだ空気を感じてるっていうかね。セレブのね。でもさすがですよね。あどうなんですか。いやもう僕これは僕はいつも言ってることなので。はい。あやっぱりその肩、ね、の高い人のそばにいろっていうのはいつも。なるほど。言ってますので。うん、な,るなるほどね。おさすがですねうんこしろうさんはね。はい。はい そして、まあ、そのあれですねセレブに近づくっていうのもでも、ついてる人のそばにいるっていうのはもうこれ絶対条件なのでなるほどね。だから自分の周りにそのついてる人がいないんですっていう人も多いですけどもやっぱり、まずね、その出会いっていうのは本当にその人の,あの運気を表していて。 そういう運気の高い人と出会えないっていうのは、これ仕方がないんですよ。<ー>自分の波動が低いから。まだね。はい。はい、だから自分の波動をまず上げていくっていう実践をしていかないといけないですね、はい。なるほど。じゃあ、やっぱり全車利。はい。まずは環境を整えるという,うところでしょうかね。はい。だから、まず環境を整えていくと波動が上がってくる。はい、あとはもうそっか、まあ、これが基本とこれが加入するための準備だから、だから家がアンチパワースポットの人が多いので、はい こう開運していくのは難しいという人が、うん、多いので、はい、まずはやっぱりその住環境ですよねうん、うん、整える、ね、整える、はい、ですねあとはそこから本当ね自分の機嫌を自分で取っていく感情のコントロールとかいつもご機嫌でいようとか、はい、もうそこから先はもう、えー、いくつもあるのでね、はいえー、もう喋り出したらもういくらいくらでも喋れるくらいありますけどもまずはやっぱり手放すっていうね、はい、まあ執着の脱却というところですねはいわ、はい、かりましたありがとうございますじゃあ次ね忍者まちこさんはい ありがとうございますいつまでたっても全く全車離どころか断捨離さえもうまくできません。こんなに欲深い私は一体どうしたら桜庭大王のようにどんどん物を処分できる人になれるのでしょうか。までこれは意外といい質問だと思うんですよね。だからこの方はねちこさんは僕は友達ですけどそうなんですね多分変わりたくないんですよ。なるほど現状に満足してるんです。 はい。だから、今で満足してるから、そんな変わりたいと思ってないと思いますね。うんうん、なるほどね。はい。はい。はい、変わりたかったら、多分捨てると思いますね。まあ。っいうか、変わらざるを得ないというかね。はい。もう、ケツに火がついてたら、捨てざるを得ない。捨てざるを得ないですね。はい、なるほどね。 か多分現状に満足してるんですよ困ってないんですよだから今なるほどにだから変わりたい変わりたいって言っていながら実際現状に満足してる人っていっぱいいるんですよまあそうですよねだから行動しないってことは今に満足してるんですよだからそういう人は難しいですよねまあそうですねやっぱ物を捨てるってねエネルギー必要ですもんね変化って本能的に嫌がりますしねねだからその物を捨て出すとね あのー、家の中っていうのは気が回ってるんですよ、はい、家の中気が回っててね、うん、あの物が多いとね、これ、気が回らないんですよ。なるほどで、これが物が減っていくと、気が回るようになってくると、うん、本当にね、あのー、部屋の空気が、空気感が全く違うってことに、ね、びっくりするんですよ。うん空気感感が変わる変わわるる全くりますね物が感じる ものですかね。感じますね。はい、どんな鈍感な人でもね、絶対感じますよ。うん、まあ、そうかもしれないですね。はい。はい。だから、まちこさんね、変わりたいなら、もうやるしかないんでね。<laughs> そうですねまあなかなかでもますよあそこをねあえてその捨てれない人にじゃあ何かマインドセットでもんかコツでもいいですわ第一歩小さな一歩なんかアドバイスするとしたらなんでしょうねだから僕が業者に電話して全部持ってってくださいって僕は言いますよ。なるほど 桜庭さんに電話させろとでも電話してもらうぐらいだったら自分ですりゃいいですよね、うん、業者に電話しちゃうで日程を決めちゃうはいでも全部持ってってくださいとこれが一番ですよなるほどね真知子さんは一人暮らしですからあそうなんですねはい、はい、もうマ知コさんねホラ、えー、貝だけ残して全部捨ててくださいホラ貝はいつもホラ貝吹いてるんでホラ貝あ、ね、あなるほどね,、はい、これねじゃあホラ貝は大事ですね、はいはい、ということでね 電話すするとそうですねに変わりたいならねやるしかないんで、うん、もうこれはね、はい、もうだって実践学ですからそうですねわかりましたもうググればね業者なんて山ほドでますよねわ、ねはい、かりました、はいはい、じゃあ次ねありがとうございますえっちゃんさんありがとうございます、えー、広島のえっちゃんです えー、よつた、オンラインサロン、いつも最高鼻字ブーコです。<laughs> 我が家一同大王を愛してます。ありがとう存じます。前に懇親会で、名前、カッコ、音、性格やその人の本質を表していると聞きました。かといって、簡単に実名は変えられないのですが、ペンネームや仕事用の名前だけでも変えた方がいいですか教えてください。あ、あのー、僕ね、あのー、名前で、 ほほぼほぼわかるんですよその人の本質がえ<ー>これは僕は沖縄の師匠の、えー、矢場杉尾師匠っていう方がいらっしゃいまして矢場杉雄さん、はい、相当やばいんですよ師匠やばいんですねやばそうですねもうこの方から、はいはい、もうその名前の音の組み合わせっていうので、はいえー、もう今でも教えてもらってもう10年ぐらい教えてもらってるんですよずっと。 だから組み合わせの仕方例えばもう、防音で見ていくんですよ。防音で、はい。これの組み合わせで、その人の本質っていうのは、これ、ほぼほぼ当たってるんですよ。へえ。そういうのわかるんですわかるんですよ。すごい。もう師匠に10年ぐらい教えてもらって、だから懇親会とかでよくね、そういうのを披露したりするんですいいいいいねそれははははここ関係ない えっとそうそう名前ね、はい、だから変えた方がいいかっていうそのビジネスネームとかはいだから自分がどうなりたいかなんですようんだからその仕事でどうなりたいのかとか、うん、そのどうなりたいかで名前が変わってくるんですよああそうなんですかへ、はい、えー、なんでなるほどこ,これだけではちょっとわからないですよねだって本名も書いてないしなるほどね、はい、なるほどまあ、えっちゃんっていうぐらいですからきっと エツコとかエミとかそういう方だと思うんですけどもうこの人はだからこの人はもう絵だけで言うと知性の人なのでいつも頭使ってばっかりって考え事ばっかりしてる方ですねそうなんですね当たってますでしょうかね当たってますまあそれぐらいあじゃあ質問変えますねビジネスネームとかを作るとかビジネスネームを変えるとかそれだけでも効果はありますかありますねありますなるほど。ねじゃあいいですねはい。 な,あなるほどね。えうん、そういう時もやっぱりプロに相談した方がいいんですか名前。ああ、これは僕に相談してください。あ本当ですか、はいはい。したいですね、はいはい。なるほどね。まあ、絶対それも相談した方がいいですよね。そうですねはい。まあ、確かにおっしゃる通り、実名はね、変えられないですが、ビジネスネームなんてね、はい、すぐ変えられるわけだから、いいですね。じゃあ、はいえー、変えましょうということですあ、はい、ありりががととううごござざいいまました北九州の武さんありがとうございます。 えー、桜庭さんこんばんはいつも最高なネタをありがとうございます<わ>いつも激しい筋トレぶりを見てもしや開運と筋肉には何やら関連したものがあるのかと疑問に思いました僕の知り合いのやり手の社長は畑マッチョや健康宅も細マッチョですねあ細 <laughs> 失礼しました、えー、細マッチョや健康宅も多いのでぜひ開運と筋トレの相関関係科学式を教えてくださいこれは私も知りたい 全くないです。ないんだ。うん、筋肉と開運は関係ないと。関係ないです、はい。ありがとうございました。はい、初子さん、大王こんばんは。先日頂い,いたクッキー最高でした。まあ、ごちそうさまでした。はい、さて、懇親会やラジオで大王の恋愛話を聞くのが大好きなんですが、大王の好きな女性はどんな人ですか何でも聞いてと言われたので、恋大きい桜庭さんの恋愛会が聞きたいな。聞きたい。 いやこれはね、ラジオでも散々喋り喋ってますけれども、まあこれ、開運とね、全く関係ない話ですけどもね、これ喋りだすと、僕、ままた朝で喋るじゃあ、今日は朝まで。恋愛感というかね、恋愛っていうのはもう補完関係ですから、自分にないものを持ってる人を好きになりますね。 あとはその付き合ってる時は全く分かりませんけれどもそれは意識してるんですかえしてないですよ自然とそうなってるってことはあ僕はもう一目惚れしかないので僕は一緒にいてああなんとなくこの人いいかも好きかもとか僕ないんですへえ一目惚れしてはいこくるタイプでですすかあ、待つんねそこは待つんだ僕は昇進もなんで家にはこんなにガンガン行くのにしかも金持ちとかには 女性をアプローチするのに、はい、女性には自分からはいかない行かないですね謎ですね、はい、意外まあこの話はもうラジオでもう相してるんでね、はい、そうなんですかラジ,ラジオ聞いてはいと、ね、いうことで意外な一面が知れました、はい、ありがとうございます初子さんねえー、小松賢治さんありがとうございます大王のブートキャンプに参加したんですが、えー、秀逸なでアイディアにあ,ありがとうございます どうしたらそんなアイデアが湧く頭になれるんですかねこれはもう失敗の数ですね失敗の数、うん、失敗を重ねてるからアイデアが湧くと、はい、もうこれはもう経験体験に勝るものはなく、はい、失敗の数は天文学的に多いのであ、本当ですかその失敗から学んでることが本当に多いですね,なるほどねあとはもう家が貧乏だったのでうもう自分が稼がなければね、うん、えー、食べていけないという状況下だったのでまあその。 自分の育ってきた環境に感謝ですよねなるほどね、はいまあ、環境と経験、ね、まあそしてまあ失敗の数ですねがそうしているということですねありがとうございます、はい、ありがとうございます河、えー、田さん,川さんか,かつての桜庭さんの師匠、えー、青函さん、はい、に教わって今も生かされている関与の知識は何ですかいやこれはね、はい、僕の思考回路の半分は青函さんの,のあそうなんですかへ、えー もう開運の知恵はなんて言われてももう半分ぐらいが、はい、もうセうガンさんの教えが僕の頭にもう入ってるので、はい、何と聞かれても、ねはい、まあ答えるのが難しいぐらいですけど、はい、やっぱり今を大切に生きるってことですかね今この瞬間この刹那刹那のこの瞬間を大切に生き目の前にいる人にいかに喜ばれる存在になるのかっていうところですかね。なるほどねありがとうございます、はい めぐんぱさん桜庭さんのビジネスパートナーであるお蝶夫人との出会いはどんなきっかけがあったんですかよかったら聞かせてくださいあー、これはねこれ喋ってないのかなうんとお蝶夫人はえっ、ー、と大阪で、えー、バーを経営されてた大阪で、はい、おしゃれなバーを経営されてまして、えー、はい えー、僕の大阪での講演会の二次会がたまたまそこだったんですよ。はい、で、たまたまその日、お蝶夫人が店にいたんですよ。ああ、そうなんですね、オーナーのね。オーナーの。はい、それがきっかけですね。あそうなんですか、はい、そこから仲良くなった。かたというおは見た目が ちょっと尋常じゃないので僕もね一目見た時ねそばに寄れなかったですねオーラがありすぎてそんなのあるんですか桜庭さんでもこれはもうちょっと自分の守備範囲外だとあそうですかそれはよっぽどですねドン引きしましたそれほどですかそれほどオーラがすごすぎて近くにとても寄れないという感じですねでもまあ そこのオーナーだったので、なんか僕があのなんかあ大阪なんでたこ焼き食べたいなとか言ってたら、お嬢夫人がね買いにってくれたんです。ええ、すごいです。え、たこ焼きどうぞって出してくれた。買いに行かせたんですか。いや僕行ってない。一言も行ってないんですけど、小声でたこ焼き食べたいなって言ったらお腹に耳に入ったみたいで。ええ、すごい方ですね。いやもうちょっとねちょっと普通じゃないですね。はい。人間じゃないです。なるほど。はい。まあそういう出会いでした。はい。ということですね。シャプリ姫さん。 ルスターラブですイオ、はい、王に会いたいわ、最近はまってるシャプリ、サプリ、ありますよ、もうスーパーヌカですねいや。食べ物はありますかはい、富田船長の作ったスーパーヌカです。あスーパーヌカ、私も入れてますよいろいろあ最高ですね。はい、最高です。もうあれのね、僕はあれ、1日25グラム取ってほしいって言ってるんですよ。25グラムってどんぐらいですか分かんないな、ごめんなさい。1>, あの1日25グラムっていうのは、はい、いまあ、大体これぐらいですね。 これが2 5ムですか。はい。これを1日1本ですね。はい。ありがとうございます。もう3種、もう僕はもう全部。これ1本えす結構ですね。全部振り返ってます。えもうこれ反則です。え、体にどういいですかこれはもう腸ですよ。腸が。健康は腸がですから、もう腸が、だからうんこが変わりますから、はいもううんこです。なるほど。うんこ。いいですね。もうね、ほんとあの、うんこの話、最近うんこの話ばっかりしてるんですあの、もううんこ4つの、あの、 ルールがあって、もううんこはね、一本嘘じゃなきゃいけないんですよ。一本バナナみたいな、うんこってよくいいじゃないですか。うんこは途中で切れちゃいけないんですよ。一本じゃなきゃ、絶対ダメあ、そうなんですか。絶対だめ、うんこじゃない。うんこが一本じゃないってことは、腸が健康じゃないんですよ。あ、そうなん。途中で切れるうんこは、あの、腸が健康じゃない。そして、浮かなきゃいけないですよ。あ、軽い方がいいんですか。浮くんです。絶対。健康なうんこ。あ、そうなんですね。で、色が黄金色。 黄金色。はい。お黒じゃないんです。ね。黒は肉の食いすぎですね。ああ。肉ですね。はい。はい。で、あとは異臭がしないってことですね。いや、めっちゃ臭いっすよ、ね。はい、それはもう肉食いすぎです。あ、肉ですね。はい。はい、まあ、この四大。あの、よ、この四つを。満たしていると、本当に、はい。 腸が健康。なるほど。だから、うんこ見たら、その人の健康状態がよくわかる。ああ、そうでしょうね。<ー>なるほど、ね。だからそれを整えていくのがこのスーヌーピー。話はまた長くなる。ああ、そうですね。ありがとうございます。はい。ええー、柳沢つさん。桜庭大王好きな野菜は何ですか。僕はピーマンが嫌いです。<laughs> ああ。保つ、保つ、保,つ保つ。ピーマン食べるとな。運気が上がるんだ。 気が上がるとお母さんの機嫌も良くなるんだまずはお母さんを大切にするということがね一番大切なってことねとにかくピーマン食べろたもつくん田もつさん5歳5歳ああ代筆でお母様がね打っていただいてたもつピーマン食えはいまだね起きてるんですかねだいぶ遅くなっちゃって申し訳なかったですねありがとうございますたもつくんありがとうございますえかさん ありがとうございます。海外で一番好きなところはどこですか大王がおすすめなら波動が高そうだから行ってみたいです。あの、チェンマイですね。タイのチェンマイ。タイのチェンマイ。ああ、はい、そうなんですね。意外ですね。あの、あそこはもう僕の大好きだった師匠がずっといたところなので。はい。も、は、う、い、一番好きですね。うん。時間が止まってます。土田舎なんで。うん。あと人が優しい。 そうなんですね。もう本当に人がやしいですね。いですね。もうそこの現地の人たちのね挨拶っていうのがあの金貨ルヤンって聞かれるんですよ。これを何かというと、ご飯食べたかいっていう挨拶。あそうなんですか。あのヤンヤンとか言ってるとあじゃうちで食べてきなっていう挨拶。食べさせてくれる。食べさせてくれるんですよ。いいね。 チェンマイ最高ですね。バックパッカーの方はね、チェンマイ行ったらもう戻れなくなるというね。はい。はい。ぜひ、いかに行かれていいかなと思います、ね。はい。ありがとうございます。えー、レオさん。<laughs> あのね、ここまでが、えー、ウェビナーが始まる前のご質問でした。ああ、もう無限に,に来てますね。<laughs> だいぶ。無限に来てますね。はい。いただいててありがとうございます。これはもう何万時間わかりますね。はい。 えー、レオさん。はい。久々の大王ライブをお蝶夫人がいらっしゃったタイムゾーンから楽しみにしております。はい。一つ、方位取りに関して素人チェックな、えー、質問がございます。吉方位カレンダーを載せているサイトというのがいくつか存在しますが、微妙にサイトによって同じ誕生日、同じ木についてのカレンダーでも っぽいが違って出ているサイトがあるのようですがこれは何か流派の違いとかがあるのでしょうか方位取りについてこれからまず基礎を学ぶとしたら何かおすすめの文献サイト流派、えー、先生などございますでしょうか以上はい、えー、お答えいただければありが,ありがとうございますあ、まあ、さっきも言いましたけどもう無料で調べるやつはもう全部信じないでくださいもう無料ですはい、はい 僕は、まあ、世の中には、ね、たくさん多分あの正確なことを言う人がいると思,思いますけれども、はい、僕はもう本意に関してはもう、うん、75億人の中で師匠しかいないと思ってるんですよ、うん、なので僕はもう師匠しか信じてないので後の言う人後の方が言うのは僕は全く信じてないんですよなるほどですねそういうね信じられる人一本っていうのもいいですよね結果がね まあ、出てるんで、まあ、そうですよね。はい。僕はこの人しか信じてないので。はい。ありがとうございます。だから、おすすめの文献とか言われても、本当にね、難しいですね。あ、そうです。だから、僕も勉強しようと思って、アマゾンでいろいろ本買いましたけども。そうなんですね。もう、ちょっとこれ勉強。だから、本当に命かけて勉強する気があるなら、いいですけども。まあ、片手間で、ちょっと勉強しようかなっていうのは難しい。ですねなるほど。はい。わかりました。はい。じゃあ、次ね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まちこさん。 こんばんばは。ウェビナー、楽しみに待ってます。私は三児の母、子育て真っ盛りですが、子育てで一番大切なのは何だと思いますかあ、私も聞きたい。はい、もうこれはですね、はい、これは面白い話ですね。はい、はラジオでもね、はい、散々喋ってますけど、はい、僕の子育てっていうのは、はいうん、まあ相当変わってますね。ぶっ飛んでますよね。ぶっ飛んでますね。はい あのーままあ、ラジオ、まあ、よかったらね、僕の,のラジオの中で子供のことを語っているのがたくさんたくさんないけど、何個かありますので、ね、まあ僕はですね本当にあのもう幼少期の頃からずっと先の、はい、うちの息,、まあ、息子も娘ももう成人してるので、はい、もう大きいんですけれども、僕の DNA を引いてるので、うん、勉強ができるわけがないんですよ。<laughs> はいだ案の定、うん あの、アホでしたよ。勉強大嫌い。<laughs> だから僕ももう偏差値25ですから、はい、もう1足すには5とか言ってるような人間ですから、うんうん、そんな人間の子供がね、うん、できるわけがないんですよ。うんうん、だから、お前が勉強嫌いだったら勉強しなくていいよっていう教育をずっとしてきたんですよ。ただ、うん、せ社会に出た時に、うん、読み書きソロモンだけはできないと恥ずかしいから、うん、字を読めるようになれ、書けるようになれ、うん、足し算、掛け算、引き算、割り算だけは、 できるようにならなきゃいけないよっていうのは子供の頃からずっと言ってきたんですよ。あとは勉強しなくて言ってたんですよ。なるほど。あの、だから、彼はね、本当に面白くてね、ゲームが大好きなんですよ。ーゲーム大好きで、あの、本当にね、あの冗談抜きでね、夏休みとかね、うそういう時になるとね、1日22時間ぐらいゲームしてるんですよ。すごいっすね。寝てないじゃないですか。2>, 2時間寝ますね。はい。だから 普通そうすると、もうそのゲームを取り上げて勉強しようってなるじゃないですか、うん、で僕はね、こいつはちょっと大物になるなと思ったんですよ、えー、それはやっぱり、そのゲームの、これだけ集中してゲームができるってことは、うんうん、もうゲームの才能がすごいと、うんうん、だからきっとこいつはもうビル・ゲイツみたいになるなと思って、もうとにかく、お前、もうゲーム以外禁止ってしたんですよ。あ逆に、はい、<ー>だから寝てるじゃないですか、はい、もう寝てる時ねに起こすんですよ。<laughs> 寝るなって寝てる場合じゃな時ゲームーえとか出すんですよ。ダメだメ、寝ちゃダメだゲームしろゲームって言ってゲームボールしてました。そういう育て方してましたね。はい。だ面白い話いっぱいありますけどね。あすごいね。だから中学3年生の時の三者面談今もはっきり覚えてるんですけどねうちの息子バカすぎて高校行けない 三者面談で、学校の先生に言われるわけですよ。はいはい、ええー、坂野さんねって、うん、あの息子さんは、ちょっとこのま,までは高校に行くのは難しいんですけど、うん、どう、どうしましょうみたいな感じで。うん、でも先生、あの先生一つ質問いいですか。うん、何のために高校行かなきゃいけないんですか。うん、僕は小学校の頃から、うん、もう低学年の頃から、ずーっと。この子に生かしてきたことがあるんですけども、うんうん、中学を卒業したら。うん バッックパカーななててずっと教育しきんですそうねだから高校って先生何のために行くんですかって質問したら先生は答えられなかったですねいやそうですよねはいそう思いますで次の日先生が息子に「あんたのお父さんすごい人だね」っておおそうですねネットで検索したら「なんか納得した」とか言われたらしいなるほどねなるほどね まあ、まあ、だ僕は本当にその法人主義ですね。だから本当にやりたいこと。だから 子育てで一番大切なのは、その子が持っている天才の目をつまないことですね。なるほどね。みんなプチ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 切っていくんですよね。その子が本当に向いてることってやつを。だから僕は本当にその,その子供が向いてる、その、向いていることを伸ばしてあげたいっていう。うだから、長所進展法ですよね。なるほど。でも勉強嫌いだったらしなくていいじゃないですか。だって社会に出て勉強なんか役に立ったことは僕一回もないですからね。ほとんどね、ないですよね。ないじゃないですか。 まあ、たまにいい国作ろう。鎌倉幕府ぐらいですよ。役に立つのは。いや、立たないですよね。<laughs> 今、役に立ちました、ね。はい、はい。はい。まちこさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。川清さん、ツタンカーメンソングを聴かせてください。おー、うん、はい。ってやつです。はい、はい。次行きましょう。はい、い。え、スルーされましたね。はい、ゆういなさん、ありがとうございます。大王は、新月や満月にお願い事をしてますか私は、 ケ子さんのパワーウィッシュのノートを今回初めて購入しました。使うのが超楽しみです。ダイオーはこのノートのことをご存知ですかこれいい話だなぁ。長いなぁ。<laughs> この話は長いなぁ。あのね、満月や新月に願い事っていうのは、僕は、うん、それはそれで素晴らしいことと思いますよ。うんうん、だけどね、 ほとんどの人がねこれは神様にも一緒ですよ、はい、よくパンパンと手合わせてお願い事する人とかね絵馬、うん、にいろんなことを書いて願い事する人いるじゃないですかうん、うん、しますよねこれでねたまに間違って叶う人がいるんですよはいはいはいでね問題なのはそこからなんですようん、うん、叶った後にきちんとお礼をしてますかってことなんですようん、うん、ああお礼が大事これお礼しなかった人は、はい、もう必ず来ますからああ怖い怖いなるほどねー だからいいんですよ。お願い事はいいですよ。はい、お願い事はいいですけども、そこに叶った、叶った後、うん、何をするかなんですよ。うん、だからこの部分を怠っていると、ああ、せっかくあなたのお願い聞いてあげたのに、お願いする時だけ必死だねって、叶ったら何もしてくれないんだねってなるんですね、うんうん。なりますよね。なるほどね。だから お願いことはもうね、それはいいことですよ。だからね、あのまあこの恵子さんというのはもう精選術師、セラーサッカー超有名人ですけれども、だからね、この恵子さんのことですから、まあきっとこれに書いたら叶うんでしょう。でもやっぱりあとはね、その叶ったあとですね。はい、叶ったお礼をね、ちゃんとしてください。お礼。はい、ユイさんありがとうございます。 えー、佐藤ろ美さん、何を質問したらいいやら。マシン、あーはい、えー、はい、はい、はい、えー、励ましの言葉でした。佐藤ろ美さん、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、まあ、それもいいんじゃないですかね。あーですね、はい。<う>はいえー、レオさん、はい。 大王がおしよくおっしゃる人生はシナリオ通りのお言葉を最近いろいろな出来事に関して考えます。最近家探しをしているのですがなかなか難しく精神的にめげそうなことがあるの、あります。しかしこれもやはりシナリオ通りで上にいらっしゃる方が何かメッセージを送られているのでしょうか。私的にもはもしかしたら今探そうとしてる街は 自分が次に住むことになっていない場所なのではないかとも思います。そこまで強くメッセージを読解できないので、大きな動きを、えー、取るのにも躊躇してしまいます。代用的に解釈されるとすると、どういうことなのかと、えー、興味がございます。お聞かせ願えれば幸いです。はい、ういもうこれはもう受け入れる以外ないですよね。あとやっぱりこの、うまくいかない時っていうのはね、やっぱそっちじゃないっていうメッセージも。 もう多分にありますんでね。あのー、もう受け入れようということしかないんですね。あとはその、これはどうなんですかね。これは、うん、あの、まあ、家探しをしてるんですよね。うん、そうですね。うん、だからその 多分、探してて見つからないってことは、きっと千場ク語彙なんでしょうね。うん、ああ、なるほどね。うん。はい、まあ、これは見てもらった方がいいですね。自分は。まあ、まあ引っ越しはね、絶対自分で決めちゃいけない。そうですよね。見てもらった方がいいす、ね。そう、わる人ね、見てもらわないと、僕みたいになっちゃいますね。だって、嫁探しもしてるんですか家,<え>家探しだけ嫁探し,家探し。家探し。じゃあ、嫁探してない。はい はい。まあだからそっちの方向行っちゃいけないってことですよ。ね、うん。うん。だからこれ受け入れるしかないですね。すねだから世の中に無駄なことは何一つないので、うんうん、今あること、これは大きなメッセージがあるってことですね。うん。だからそこ、なんか肯定的に受け止めてほしいと思いますね。うんうん、そうですね。はい、ありがたい現象かもしれないですね。す気づかせていただいてるね。はい、ありがとうございます。花さん。えー。 質問です。私は小学校の先生です。この仕事にやりがいを感じていて楽しく働いています。桜庭さんの提唱してくれているトイレ掃除や全車輪などを通じてやっとこの仕事が好きなんだなって実感ができました。でももう少し自由が欲しい、お金も欲しいって感じてしまいます。仕事時間を短縮しようとかなり効率を考えていますが今の仕組みはどうにもならないところがあってもどかしいです。 また決まった収入になんとなく物足りなさを感じてしまいます。これはわがままなんでしょうか。今は今この仕事を楽しみ、精一杯やればいいって思いつつ、たまにモヤモヤしてしまいます。アドバイスいただければ幸いです。ありがとうございます、花さん。はい、ありがとうございます。はい。まあ小五の先生じゃないですか。はい。もうね、もう大変ってものを通り越して大変ですよ。 学校の先生,ってのは先生、ね、で、ね、特に。真面目な人ほど悩むんですよ。だからきっとこの方は、すごい真面目な方だと思いますよね。だから、あの、もう自由が欲しい。って思ったのであれば、もうどっかで手を抜かないと。無理ですよ。で、学校の先生って、本当やることがね、ありすぎなんですよ。で、なんか顧問とか持っちゃったら、もう。 ね、自分の時間なんかね、絶対ないんですよ。だから、ね多分でもね、やりがいを感じて楽しく働いてるってことは、うんまあ、やめる気もないんだと思うので、うん、もうこれはね、もう時間を短縮するっていうのは、もう難しい、うん、だって、真面目だから、うん、全部ちゃんとしようって、うん、だから僕なんかも超適当だから、うん、もう手を抜くことしか考えないですけども。うん だから効率をいくら考えてもね、もうやることがね、ちょっとだから今の仕組みでは、書いてあります、今の仕組み、どうにもならないと、どうにもならないんですよ、学校先生はね、もう難しいですね、しかもね、もう今は、学校先生はね、このパワハラって問題がね、パワハラパじゃなくて、なんでしたっけ、あの生徒のお母さん、なんていうんでしたっけ、あれのこと、モンスターペアレンうモンペレ。はい

分かんない。モン言うのかなって思っちゃいます。モンペですよ。モンペ。モンペね。だからね。はい。もうこれは難しいな。難しい。大変でしょうね。もう学校の先生だからその真面目にやろうとすると本当時間なんかないので、まあこの辺どう折り合いをつけていくか。もう僕はね転職させるのが大好きなので、もうやめなよっていつも言いますけども。あそれも一つの選択肢かもしれませんね。やりがいあるとは思いますけれどもね。やっぱりさ自由で多分じ自由 も欲しいし、お金も欲しいってなると、難しいですよね。ああね学校の先生って副業禁止なんですかね。うん、禁止でしょうね。公務員が、あ、公務員。の場合が多いと思いますからね。はい、ああ厳しいな。だから、もう、ね、小学校、うん、学校の先生は、本当に。本当に大変ですよ、今。うんううね、もう、僕らのね。 子供の時と違って、今の学校の先生、本当に大変だと思います。僕らの時代はね、本当に、僕なんかしょっちゅう殴られてましたからね、先生にね、そんなことをしてもね、平気な時代でしたけど、今、そんなことしたら、もうすぐね、大変なことになりますからね、本当に、だから、もうね、花ちゃん、頑張って、頑張って話し頑張ってください。さんあありりががととううごござざいいまますす転職して結局 ヤンさん、ありがとうございます。今回の西日本豪雨で水害の被害を受け、車は冠水、アパートは強制退去になりました。なぜあの時車を動かさなかったのだろう。関東から引っ越して、なぜこの地を選んでしまったのだろうと自分を責め、あの日から時が止まってしまい、動けない状態です。どのような気持ちをもに持っていけば良いか教えてください。と。あのだから、もう今日も何回も言ってますけど、その意味 む、うん、駄なこともないし意味のないこともないし、うん、これも大きな意味があったわけですねだからう自分を責める自分の責めあの日から時は止まってしまって動けない状態ってありますけども、ね、やっぱりねあの自分を責めるっていうのはね僕は一番いけない行為だと思うんですねあの自分を責めだすとね神様の愛のげんこつが止まらなくなるんですねだからそれは違うよってだから自分を責めてもねいいことなんか何一つないんですよもうこれが最良の 決断だったんですよだからこの引っ越したことも意味があるし、うん、その車を動かさなかったのも意味がある。だから全てに そこにはメッセージが隠されているでもこのメッセージっていうのはね<ー>なかなか気がつけないんですよ<ー>なぜ簡単に気がつくのね神様っていうのはねこれは簡単に気がつけるようにねことをしないんですねなるほどなぜなら簡単に変わってしまったら人は変わらないからなんですよ<ー>ここのそこから変わるっていうのはやっぱりそ,そのメッセージに気がつくとね結構大変なんですよでもこれはあのー、これ否定的にねなんでこんな目に遭わなきゃいけないかだとわからないんですけどもこれも意味があるんだってでもここにはどんな意味があったんだろうって考えてでもね いつの日かね、分かる時は来るんですよ。必ずこれはね、時間がかけてしてくれる。あとは誰かが教えてくれたりね、えー、本読んでたらとか、テレビ見せたらとか、新聞読んだらそこに答えが書いてあったとかね、そういうことはよくあるんですけれども、これ意味が、本当に意味がある。そこに行かなければいけなかったし、車を動かしてはいけなかったっていう、本当に深い意味がある。それは僕には分からないけれども、これは、えー、ヤンさん、ヤンさんにしか分からないことですよ。ねうん、だから、 もう、どのような気持ちに持っていけばいいか。もう、だから、これはもう、意味があるんだっていうことだけですよ。だから、これも意味があるんだって。だから、僕もね、やっぱり、こう、理不尽なこと、すごく多いんですよ。多分、僕は人より理不尽なこと多いと思いますね。うん、だけど、やっぱりそれは試されてるわけですね。あんた、ちょっとこんなことあるよって。でも、あんた、その時どんな顔するのどんな言葉、口から吐くのどんな行動するの全部試されてるわけですよね。うん、だから、この時に、ネガティブな気持ちになって、自分を責め続けてるとね、これはいいことは本当にない。この愛の原骨っていうのがね、 あの止まらなくなくるんんですねあんたそれ違うってだからそうじゃなくて意味があるってことなんですよだからこれもねあのまずは口癖ですよだから多分このヤンさんもね、えー、多分否定的な言葉を言ってるかなと思うんですけども意味があるんだってこれも意味があるんだってちょっと言ってみてほしいですね僕は必ずね何かあった時これも意味があるんだ否定的なこと言うのではなくなこれも意味があるんだって僕は必ず言うんですよなるほどだから あのこれね、僕は体験してないから、偉そうに言えないんですよ、うん、これね、ねこういうことはね、体験した人が言った偉そうに語っちゃいけないので、あのテレビを見る限り、本当、すごい状態ですよ、うん、もう本当に、あの僕は偉そうにね、こう言える立場にないので、もう本当に、はい、あの、ね、もうね、前向きにとか、そんなこと言えないので、うん、ただ、意味があるっていうことだけですね、なるほどね、うん、だから、自分がこう体験しなければならなかったんですよ。はいだから もうね、関東から引っ越したわけですよ、その地ちね。うん、だからこの時期を選んで引っ越してしまった。だからそれを体験しなければならなかったってことですよ。うん、人間というのは体験しなければならないことは山ほどあるわけで、それもこの、えー、この地でね、その災害というのを自分が自ら体験することによって、今後の人生に必ず生かされる時があるわけですね。まあそれも、まあ人生はシナリオ通りっていうね。 まあこれは信じる信じないどちらでもいいんですけどもそこには本当に深い意味があるので、うん、これも意味があるんだっていうのをぜひ口癖にしていただいて、うん、もう下を向いていても,、ね、もう仕方がないですよね、うん、もう結構ねアパートも強制退去ってことでかなり理不尽度はマックスで<や>もう本当ね,本当ねポジティブでいこうぜとかはとても言えないので、うん、ただ本当にこの体験っていうのはもうここから先いつの日か必ず。 えー、あれを体験したから今の自分があるんだっていうね、えー、日が絶対に来るので、うん、あとは意味があるんだってことですね。うんうんうん、そうですね。はい、もう本当にあれですね実践学ですね。あの言葉で意味があるんだと、はい、言うとそういうことがあった時はね、まあどんな場面でもね、これ使えそうですよね。ねはい、はい、ありがとうございますヤンさん。はい、あり,ゆりちゃん、えー、質問です。はい うちの独立した子供たちがそれぞれコレクションや本、CD などを家に置いて持って行ってくれません。始末しようとしたら怒られます。送るのも無理、えー。極力整理してクローゼットに片付けましたが、どうしたらいいでしょう。優しいですね。うん。ああのー、まゆ、あ、りさんはとても優しい方なんでしょうね。もうこれは僕だったら着払いで送ります。 <laughs> 着払いでね。はい。はい、はい、送りともう以上ですね。うん、だからこれはもう家にあってもですね、もう災いを呼ぶだけなので、もうこれはね、もう着払いで送るこれだけですよ。うん、関係ないですね。うん、もう。 僕だったらもう着払いで送って終わりですけれども、うん、まあゆりさん優しいんでねそんなことできないと思いますけども、家にあってもいいことは何一つないということだけ言っておきますね。そうですね。はい、まあ実際問題 CD とかも絶対聴かないですよね。聴かないですよ。捨、うん、てた方がいいですよね。はい、ありがとうございます、ゆりさん、はい、ゆりちゃん。はい。芋カツさんキッチンに一票。多分我が家もですね。<laughs> はい、ありがとうございます。 みーさんもね、ありがとうございます。さっきのね、おばさんの話どうなりましたって。カレンさん、えー、あ、同じビル内の下の階から上の階にすでに引っ越してしまっていた場合、不公開する方法はありますかでも徹底的にきれいにすることですね。はい。もう徹底的にきれいにして、もう本当に、あのー、塩で掃除してほしいですね、いつも。塩で掃除はい。 あの<ー>掃除機かける時も、はい、もう波動の塩をばらまいてそれを掃除機であ,<ー>あとは雑巾上げする時もそのバケツに水を入れたらそこに波動の塩を入れて、うん、えそこで雑巾揚げをするっていう、うん、もうこれはね本当にい,いんですかもにすごく効果があるので<ー>も,うあのもう引っ越してしまった人はねもうしょうがないので、はい、あとは一番の方法は信じないっていうことです。 だからいが,が来るこんだけ話しといてあこんだけこんだけ散々言いましたけどもだから要するに一番大切なのは心の中で何を完結してるかなんですよ、はい、心の中で完結してることしか引き寄せないのでなるほど私はもう引っ越してしまったからもう災いが起きるってもう心の中で完結すると引き寄せるのでもう聞いちゃってたとしてもねもう忘れてください。<laughs> はい。忘れて、今日の話はなかったということで。なかったことにして、大丈夫でした。本当に。はい、大丈夫です。大丈夫。はい。だから徹底的にきれいにし、でもきれいにしなきゃだめメ。きれいにするね。そのまま汚い部屋にいると本当に引き寄せていくので、徹底的にきれいにする。もうそれしかないですね。あとは余分なものを捨てる、床面積を広げる、床を磨く、あと水回りを徹底的にきれいにする。もうこれでずいぶん回避できるって信じてください。はい。できますよ。はい。はい。ありがとうございます。 あみーさんねちゃんとご質問もいただいてました失礼しました土地の波動はマンションだとどうなりますか、うん、何階までが良いなどありますか、うん、はい僕は師匠には6階以上は行くなって言われてるんですよえそうなんですかはい僕はずっとマジっすか高層マンションの一番上に住むのがずっと夢だったんですよ、はい、だけどそれはもう師匠に「あんたアほか」と、はい、絶対やときってえー、そうなんですか地のエネルギーが届くのは6階まで えー、私最上階しか住んだことないですねはい、はい、やばいですね6階までということですねただ師匠が言うのは、はい、本当に3階までにしてって言われました、ね、3階までねはい、はい、ベストは3階三、はい、階までにしてそうなんだでも地のエネルギーを全く受けられないっていうふうに言いますねへえー、そうなんですね変、はい、かりましたありがとうございますはいありがとうございますえー、ペロさん 新しい人脈を築くには、古い人脈を捨てることも必要なんでしょうか。あ、この話したいですね。この話。二十七分ぐらいかかりますね。<laughs> あの人間関係なんていうのは、勝手に変わるんですよ。だから、古い人を切り捨てるとか、そんな、そんなことはしなくてもいいんです。<ー>人間関係っていうのは、自分の波動と同じ人しか引き,引き合わないので。<ー>えー、本当にね、これは本当に面白い話なんですけど、自分の恩恵が変わっていくとね、勝手に人間関係が変わっていくんですよ。だから。 よくありますよ。昔すごい仲良かったのに、なぜか疎遠になる人って言いますよね。うん、あれがまさしく波動が変わった時なんですよね。うん、だから自分の波動が変わってくると人間関係が大きく変わってくるので、別に自分で切ろうなんて思わなくても、うん、勝手に疎遠になるんですよ。 だからあんまり意識しなくていいですね、この話はね本当としたいけど、まあ講演来てください、この話長いんでね、めちゃくちゃいい話なんですよ、これ。なるほどね、だけど本当に人間関係は勝手に変わります。うん、勝手にね、変わると、ね、そうだから自分の波動が上がっていけば人間関係は絶対変わる。だから人間関係変わってない人はもしかしたら波動が変わってない可能性がありますね。波動がどん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 上がっていくと人間関係、要するに波動の高い人との出会いが待ってるので、うんうん、ねこれはそういうのおもしいですよね。は えー、欲しいなと思っているのは人と人とのご縁なのでそのご縁というのがもらえるかどうかはやっぱ自分の波動次第なのでいい波動を、ねえー、出していくようにいつもご機嫌でいるとか家はパワースポットとかいろいろありますけれどもうん、うん、やっぱり人間関係というのは自分の波動なんで、えー、ぜひ、ね、この自分の波動を上げるということを、えー、フォーカスしてほしいなと思いますね。ははいいいありがとうございます、はいえー 名古屋の花さんいつもありがとうございます。ハナ、はい、ちゃんえー、特に使わなければならないお金の話がぐっときました。引っ越しの話、寒気がしました。今私自身は包囲と引っ越しについて鑑定,鑑定中なのですが実は一人暮らしをしようとしている父が引っ越しをしようとして引っ越し1ヶ月前に倒れました。私は包囲のプロではないのですが、えー、先倍悪意、包囲 だったのではないかと思ってます。なぜかそのような気がしてなりません。2018年私は絶好調な日々です。自分が絶好調で家族や会社の従業員に、えー、運気の波動干渉をしてきた場合、まず取り組むことは何でしょうか。はい、もうあのもう花ちゃんはね僕は仲良しなので、うん、まあよくわかりますけれども、あのちょっと暑いので行きます。<laughs> やっと。 やっと出てきましたね,たねしかも脱ぐって何みたいなあのーはい、はなちゃんですねはい、まあ、お父さん倒れちゃったんでね、はい、えー、結構こう倒れるっていうかまあ家族でね、うんあのー、結構ね、あのー、いろんな人の背負ってこう倒れる人っているんですよね背負って倒れる代わりにはい、はい、ああ あのー、真央ちゃんなんかそうなんですよね真央ちゃんスケートのあ<ー>あ<ー>亡くなってしまったあ<ー>あ,のあはいはいはい、はい、あ,のあの家族の全部カルマを背負って代表で亡くなっていったっていうねなるほど,、えー、な,るほどなんでまあきっともしかしたらお父さんもね何か背負って 言ってくれただからもうもうもう花ちゃんはねもう,もう一家の長みたいなものなので、うん、もう花ちゃんがね、えー、絶好調でいなければいけないのでやっぱ自分の運気を上げていくっていうねでも自分の運気を上げていくイコール、えー、その、えーまあ、会社なりあの家庭が、えー、よくなっていくのにもう花ちゃんが頑張るしかないのでね。はいまあ、彼女も今引っ越しで位とか 僕の師匠に見てもらってるので、あ,あそうなんですね。はい、きっといい結果がね出てくると思いますね。はい、はいはい、ありがとうございます。えっと大口さんなんですが、これはどうします？<laughs> <で>完全にこのもういいちょっとまたまた今度来てください。<laughs> はい、ごめんなさい。さいちょっとあのまあ、えー、皆さんにねお役に立つような質問ではないので、えー、ちょっとまた個別にねお願いします。はい、ありがとうございます。 マチ忍者まちこさん。さっきいただきましたっけね。はい。はい。ありがとうございます。お月様や、えー、神仏にお願いして叶った時はどんなお礼をしたらよいですか一週間ほど前、うちのヒきガエルが部屋の中で脱走し、忍者の先生に書、えー、いていただいたガマ主語のカエルの神様の絵に願掛けしたら、それからすぐに見つかりました。もし見つかったら、そのオスのヒきガエルに、 メスのヒキガエルを紹介してお見合いコンパをしますと約束しその約束は守ったのですがカエルの神様へのお礼は絵の前に何かお供えをする形でよろしいでしょうかはいもうあのカエルのくだりはもうすでにいいんですけども <laughs>、はい、あのお月様やこの新聞先ほど言いましたけども <laughs>、はい、やっぱこのお礼というのはやっぱもう本当にありがとうですよね手を合わせてありがとう、うん、あとはあのこれはもう何でもそうなんですけどもやっぱりこうお願いしてお願いが叶った。 っていうことは、結局、あのー、結局、いいことがあったわけじゃないですか、そしたら、全部、世の中のものは全部エネルギーなので、うんうん、何かいいことがあったのであれば、必ずそのエネルギーを誰か、誰でもいいんです、何でもいいんです、返さなきゃいけないんですよ。なるほどだからそれ一番手っ取り早いのは、お金で解決するってことなんでですすよお金をどううしたたらいいですか人のために使うんですよ。 なるほど。えっと寄付とかそういう感じじゃなくても、一人にご飯を奢るでもいいですし、なるほど。だからそうやって総裁していかなきゃいけないんですよ。必ずなるほど。だから、えー、何かいいことあったら人のためにお金を使うっていう、はい、こう僕の師匠たちは見ているとそうやってるんですよね。だからお金を全部循環させている。はい、だから宇宙というのはもう陰陽の法則で成り立っているので、うん、いいことがあったのであれば次悪いことがあるんですよ。でもその悪いことが えー、未然に防ぐもしくは大難を小難にっていうようにあのそのためにお金で解決してますね,、うん、な,すねなので何かいいことあったら人のために何かを使ってあげるっていうのはすっごい大切なことだと思いますねなるほどねだからこれ辺を習慣づけしてるとね僕すごくいいと思うんですねうん、うん、なるほどねそれはもう誰にでもいい、ね、もう誰にでもいいですねもう誰にでもいいですだから何かいいことあったのであれば必ずそれに対するそのエネルギーというのを誰かの方に あの、送るっていうのが、すごい大切ですね。うんうんうん、なるほどね。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。いや、本当にね、いっぱいご質問いただいて。はい。はい、とてもありがたいですね。はい。ありがとうございます。はい いやファンがね、多いですね。ありがとうございます。まだまだね、たくさんありましたけど、いまも、もう遅いですからね、そうですね、遅いころまでね、皆さんはもう寝ないと。ですね、最後までね、ご視聴いただいて、本当にありがとうございます。最後の最後になるんですが、ちょっと簡単にね、今回、超うんこ塾。 を、立ち上げられたということでね。はい、でねはい、今日、あの、まあ、三つのメソッドをお話ししますよっていうことで、まあ、準備のところ。まあ、一番とにかく大事だよっていうことでね。あの、重点的にお話をいただきましたと。はい、はいで。ご質問の中でもね、いろいろな気づきがあったんじゃないでしょうかね。はい。い,いや、今日ね。かい、あの、今日いい、今日いい話。めっちゃ。い, <laughs> いい話した。した。した。明日。あしたはい、ありがとうございます。 <laughs> ありがとうございます26のメソッドを持っていて、はい、<laughs> まあ結局、えー、3つ公開するつもりが、まあ、1つですかね、はい、まあ要素はいろいろお話できたと思いますが、ね、いやなんかいろんなエッセンスがあったと思いますね。はい、でね、はい、でこの26のメソッドをですね、まあ、あの今回ね「超うんこ塾超うんこ塾」ですね「はいえー、超えるに」に、えー、ちょっと画面出して頂い,いてよろしいですかね。 超えるに、えー、運に呼ぶですね。超うんこ塾オンライン講座ということでね、えー、ご提供させていただきます。はい、でこちらね、あのオンライン講座っていうぐらいなので、2六のメソッドをね、オンライン講座としてまとめさせていただきました。はい、書いてください。で、えー、こちら内容なんですが、ちょっと簡単にね、ご説明だけさせていただきますね。 えーまあ、詰まるところですね、えー、さっきからお話をさせていただいているまあ不運体質ですね、はい、運が逃げちゃうような体質を、まあ、うんこ体質に変えていくと、はい、運がどんどん集まってくるような体質に変えていくもう準備だけでねこうすごい深かったですがもう他にもいろいろメソッドがあるんですかもうありすぎようですね。 ということで、まあ、その26の、えー、開運メソッドねこれをオンライン講座としてご提供させていただきます。はい、でこれ、えー、ただのねオンライン講座だけじゃなくてですねすごいんですよ。 えまず、えー、その26のメソッド。これがオンラインでいつでもどこでも勉強できるよということです。で、実践学なんで、そうですね。超具体的ですよね。そうですね。はい。で、ものによったらもうすぐその日からできるようなのとか、はいね、やったら体感できるようなのとかね、いっぱいありますよね。話したくてしょうがないですけど、時間ないんでね。で、それだけじゃないです。それだけじゃなくてですね、 あの、今回ね、まあ自分の取扱説明書ということで、あの、まあ占いをベースにね、ご自身の、まあ現在の、えー、状況ですね。まあこれを、えー、整理してみたりとか、あとは方位であったりとかね、えー、まあ方角の、まあ、ベストな神社などもね、わかるような、まあ、自分の取扱説明書というものも、えー、今回のね、 えー、パッケージで、えー、手に入れていただけますとでもちろんねそれだけじゃないですねそれが分かったところで何か、えー、行動に移んなきゃ意味ないじゃないですかそうですねはいなのでこのね、えー、吉兆方位アクションプランというのがこれが本当にやばいんですよねこれはかなり、はい、これはもう 僕の知り合いだけでももう多分四五5 0人はやってますねはい私もねやらせていただいてもう先生弁12日間ね12日間はい人によってミッション内容は変わってきます内容はね市原さんの場合は12日間ですね同じスーパー銭湯に毎日通うというミッションをいただいてねちゃんとやったんですよやったんですねでね 結論から言うとめちゃどんなのあったんですか、えっと、まあ金運に関してね、はい、え一応お願いしたんですけれども、はい、まあね、まあ、ぶっちゃけ最初は風呂入ってるだけでなんだこりゃと思いましたよはい、はいえー、まあ気持ちいいなという程度だったんですけれども <laughs> まあやっぱ通っていくうちにですねだんだんその仕事のビジョンがですねこう勝手に開けていくっていうか<ー>はい で、全く、えー、ゼロベースから、はい、まあそこでもうちゃんと中身が、仕事のね、うん、新しい、えー、プロジェクトが立ち上がってですね、まあその金額で言うと、まあ、な、な、なかなか、はい、結構なかなか。すごい額ですよ、ねで。はい、すごい額ですね。もう豪邸が いや,いやいやいや、あんなではないですけれども、まああのあれですね、自分の中でい今までで一番まあ最高単価、<ー>最高額のものをまあリリースして、はい、まあすごくいい感じで売れるっていうね、いいねはい、まあまあ<も>はい、でもそれがその基地ホイに行き、はい、その風呂に入っている時にそのアイデアが出たわけですよ、ね。そうなんですよ。もうそうなんですよね。でえー、っともうだから12日間もあるんで。はい あのー、形になりますよねそうですね。はい、まあこれは人によってね本当そのミッションの内容が全く違うのですごく面白いんですけれども市原さんの場合は水の人なので、はい、まあ水に関する、まあ、ミッションで、まあ、たまたまそのあの風呂に行けっていうミッションでしたけど、まあいろんなパターンがありますの、ね、です、ねうん、人によって。 えー、本当にさまざまな、えー、ものがあるので、ねはいまあ、何が来るかはお楽しみという感じですよね。<laughs> そうですね。本当に驚くぐらいね。まあ具体的なコ、えードがこう指令が来てね。でもちろんあの日程が合わなければ自分あ自分でじゃないんですけれども先生に、えー、また調整をお願いしたりです、ね、そうですね。できるんでね。はい。誰でもできるような、うんえー、まあやる気があればね。やる気があれば誰でもできるようなものだものです。はい。 っていうのがね、えー、今回、ね、この3つ、えー、26の開運メソッド、えー、これが詰まったオンライン講座そして、ね、自分の取扱説明書ということで、まあ、占いですね。かなり具体的に出るんでね、体の弱い部分とかも健康に関することも出るんですよね。まあいろんなことが教えてもらえますね、はいはい。これもねあの、顕著化してない部分で、うんまあ、気をつけなきゃいけないんだなっていうのが分かったりね。うん そして、えー、具体的な、えー、吉兆方位アクションプランですね。まあこれをやることでもう、えー、本当に短期間で、えー、運が開けるということですね。これが、えー、まずね、一つベーシックプランという形で、うん、まあ安い方のプランとして今回ね、ご提供させていただきます。超うんこ塾の、えーまあ、ベーシックプランはこの3つが、えー、サービスとなります。でさらにね、 今回、プラチナプランっていうのをご用意させていただきました。これが、もうやばいですね。はい。えー、ライフ、まずね、ライフチェンジコーチングということで、桜庭さん自らが、えー、まあ2ヶ月かける2回ですね。まあ1回45分程度なんですが、まあオンラインで、えー、あなたのコーチングをしてくれるということですね。はい。はい、本当に具体的にその悩みを相談することもできますし、うん、まあ夢についてね、はい、一緒に。 えー、探っていくこともできますし、はい、これはいいですね。いいですね。実際にもう,こうやってますけどまあ強制的にあのいろんなことをやらせたりして、はい、まあ結構皆さん結果出てますよね。とにかくもう実践しないとね本当変わらないのでそうですね、はい、あのそものを捨てるもそうなんですけれども、はい、強制力ですね。うんうん、そういうい環境を そうですね。っていうのが、まあ、全てですよね。はい。はい、ださっきのね、あの、基調法役所プランもそうですし、まあ、このライフチェンジコーチングっていうのも、変われないのを変えるみたいな、ね。そうですね。感じですよね。はい、はい。人間ね、本能的に変わりたくないんですよね。変わりたくないですよね。はい。それを変える。うん、はい。コーチングがついてますと。 そして、え海、ー、運飲み会参加権利と。はい。<laughs> これは飲み会ですね。はい。このプログラムにまあ、秘密の飲み会がね。はい。えー、いいですね。はい。ちょいちょい行われているんですね、はい。なるほどね。まあ、ここに、まあ、いつもね、まあ、僕の師匠たちが来たりして。お、はい、うん、それ超いいですね。まあ、秘密の飲み会ですね。はい。まあ、ここに、はい。えー、参加。 していいよという,、ねはい、うことですね。これはね、はい、これはすごいですよ。いやすごいでしょうね。これはすごいです。はい、多分来たら、はい、あのすごい人がいっぱいいますけど、そうですよね。あの多分あの話題はその人になるんで、はい、いろんな話を、えー、聞ける。 まあ聞けるというか、はい、人生相談ができますね、そこでいろんな人がいるんでね。すごいですね、超豪華じゃないですか。はいまあ、普段会えない人たちがいっぱいいます、ね、に人生相談できちゃう、そうですねはい。めちゃめちゃいいですね、うん、まあ,あれですよね、その本当に、あのー、うまくいってる人と、まあ、つながりたいというか、うね、成功者とつながりたいんだったら、ここに来いという感じですよね。はいまあ、ちょいちょいそういうやつをですね、はい、まあやってるんで、そ、はい、まあその時に。 それに参加できると参加してください,い、はい、すごいですね。すすごいですね、はい、まあこれは忘れられない日に至ると思いますね。そして開運グッズですね。はい、これはもう桜庭さんが選んでくれると。あ僕選びますね。はいはい、いうことですね。最適な開運グッズをお送りいたしますということですね。はいはい、ということで、まあ、今回のプランねもうズバリ価格なんですけれども、えー、安い方が9万8千円。 で高い方が40万円で考えていますと。ただですね、まあ、今回、あのウェビナーを、ねえー、ご視聴いただいている方に限って、まあ、ちょっと期間限定という形を取らせていただいてますが、8月26日までにお申し込みいただいた方に限って、安い方のプラン6万8千円ですね。で高い方が、えー、28万円ですね。 はい、こちらで、えー、サービスを提供させていただきます、えー、まとめさせていただきますが、えー、安いプランに関しましては、えー、こちらの3つね、えー、まずはオンライン講座そして、えー、自分の取り扱い説明書これが手に入るとそして、えー、アクションプランですねこれが明確に指示が来るのでそれをやることで、えー、うんこ体質になれる運がどんどんね こう幸運がどんどん自分に集まってくるような、ねうん、体質になれるまあ包囲取りっていうのはぜひやってみてほしいですねこれめちゃめちゃいいですよ包囲取りってほとんどの人やったことないと思いますけども、はい、まあやったらねもう僕もだから僕もいつもねあの師匠から指令が来て、あのー、その年間プログラムみたいでこことここはもうここに行けみたいな、うん

ああでもこれは本当にね体験していただきたいですよね。まあホイルドでねやってほしいですね。はい。ぜひやってほしいです。まあこの三つがね、えー、たった六万八千円で手に入るということです。まあ今回めちゃめちゃチャンスですね。はい。そうですね。はい。超うんこ塾入っていただければ六万八千円でこの三つがついてきますよと。はい、でさらにこの三つはもちろんですがさらにこの三つに追加して、えー、ライフチェンジコーチングそして飲み会開運グッズ、はい、これがついてくるよと。 このコーチングやばいでですすよね。そうですね。そう、はい、これは結構皆さん喜んでいただいてますね。はいはい、飲み会もいいと思いますし、はい、コーチングもめちゃめちゃいいと思います。ということでね、えー、繰り返しになりますが、えー、これ期間限定の価格になりますので8月26日までですねもう本当にね気になったらすぐ是非ね申し込んでいただけたらと思います。 えー、今すぐねこの緑のボタンクリックしていただけますと決済フォームに飛びますのでそちらでク,ロクレジット決済ですかねはい、はい、まあ銀行振込も対応できますんではい、えー、銀行振込ご希望でしたら、えー、問い合わせですかねそうですねはい、はいえー、お問い合わせいただければと思いますはいということでね はいえー、だいぶ長丁場になってしまいましたが長いですね長かったですねまだ見ていただけてる方はいらっしゃるんですか、ねはい、いやいっぱいいらっしゃいます、ね、あいっぱいいるんですかはい本当にありがとうございますまずね開始ね遅れてしまって本当に申し訳ございませんでした失礼いたしましたはいなのにねここまでご視聴頂い,いて本当にありがとうございますとても嬉しいですねはいありがとうございます、はい じゃあ最後に桜庭さんからうんこ体質になるっていうところで一言言う,、はい、うですねよす。しいうことでやっぱりあの人生は、まあ、本当にあの行動もう僕は本当に人の背中をこう押すんじゃなくてもう先人の谷からですねドロップキックして突き落とすのがすすごく好きなんですね <laughs> ドロップキックしなくてもみたいな <laughs> まあいいやでもそういう人は本当に変わりますよね。<laughs> <ん>だからあのー 言い訳する人って本当に変わらないなっていうのはいつもいつも思いますよね。うんうん、あの僕はあの禁止してるのがでもだってどうせっていうね。この 3d っていうのは僕は禁止してるんですよ。うんうん、もうみんじゃなにはデモとか同性、うん、とか、ね、も,うもういいじゃないですか。だからもうこれを言う人はね。本当に。 人生がうまくいかないので、まずは本当自分でね、行動というか実践するっていうことですね。だからその何を実践するのかっていうのは分からない部分が多いと思うんですけども、えー、このオンライン講座でですね、本当にたくさんのメソッドをお話をさせていただいてますので、このメソッドを見てですね、ぜひ、えー、自分のね、どういうことを実践していくのかっていうことをぜひ、えー、勉強していただきたいなと思います。あとはもうやるだけですからね、あとはもうやっていけば本当に人生っていうのは変わってきますので、えー、そのやり方というかね、方法、実践方法をこのオンライン講座 オンライン講座でね、ええー、詳しく解説してますので、まあ本当によかったらね、ぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、はい、本当にありがとうございました、ね。ありがとうございます。本当にね、その開運を学ぶっていうと、はい、なんかふんわりしたね、ええー、ことをね勉強するような気がしますが、うん、本当にね、全部二十六個全部具体的ですね。そうですね。はい、もう本当に行動の仕方ですよね。はい。はいうん、なのでね、本当にあの実践すれば、うん、運上がりますよ。 はい、で運が上がった人生とね今のままの人生ね、まあ、どちらを選択するのかこれはあなた次第ですがやっぱり変わったらねいいんじゃないかなと思いますね。ということでね、えー、期間限定ですのでぜひね気になったら早めにお申し込みいただければと思います。はいえー、こちららの、ね、ボタンを押して、えー、決済フォームか すぐにね、決済していただいて、お申し込みいただければなと思います。はい。あとはね、えー、すいませんが、えー、特に高い方のプランなんかはね、あのー、人数制限もありますので、申し訳ないんですがね、えー、いつまでも何人でも受けれるってものではないので、まあ、ちょっとね、えー、人数オーバーしちゃった際には、実、えー、期間にならなくてもです。26日にならなくても、まあ、受付を、えー、止めさせていただく場合もありますので、本当に気になったらね、 早めに見ていただあ、申し込んでいただけたらなと思います。はい。ということでね、えー、大変遅くまで、えー、お付き合いいただいてね、もう最後は首だけなんですね。いや、プロデューサーが被して、<laughs> 被してきたのでも仕方なく。すぐ被りたがりますからね。い <laughs> はい。ということで、最後までお付き合いいただいて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ま,したまたお会いしましょう。またお会いしましょう。失礼いたします。あり,まありがとうございます。